の景色、固まってんな。ソーリー、ちょっと待ってくださいね。URL 省略。していく。よし、では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 、皆さんどうもおはこんばんちは。かいでございます。今日はですね、皆さん少々お待ちください。あ、これタイトルが変わってないのか。いますか。はい、皆さんどうもおはこんばんちは、うかいです。さあ今日はですね、今日も今日とてゲームの方をやっていくんですが、世間ではですね、まあ、とあるゲームが、発売となりまして、わあ音がでかい、盛り上がってるわけですよ。大乱闘スマッシュブラザーズというゲームがですね、12月7日発売されまして、まあ、めでたくもですね、なんとこの私、鵜飼啓もですね、12月7日、なんと、実はですね、誕生日ということでですね、まあ、私も今日は朝から大乱闘スマッシュブラザーズの方をやっておりました。でですね、まあ、この流れだったらスマブラやるんじゃないのって思うと思うんですが、まあね、12月7日、まあ、誕生日にね、チャンネルさん、ここにも裏切り者が。ここにも裏切り者が。あ、まあ、12月7日のね、誕生日にね、まあ、僕が欲しいものって何なのかなと考えた時にですね、まあ、何が欲しいだろうって考えると、まあ、その、ね、お金が欲しい。まあ、それもあるでしょう。ね、チャンネル登録者数が欲しい。それもあるでしょう。まあ、でも僕が一番欲しいのは、皆さんと一緒に、ゲームをする時間ですね。貴重な時間が欲しいということでですね。まあみんなと一緒にできるゲームイコールやっぱりこのゲームだろうということで、本日やっていくゲームはロールでございます。本日もいつも通りロールをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、では早速やってまいりましょう。そう。本当はね、いや、スマブラもね、いずれね、配信していきたいとは思うんですが、まあ全キャラね出したので、まあ一応配信はしていけると思うので。ねえチャンネルさん、結局ロールなんだよな。そうそうそう、ロールはまあ楽しいからね普通に。あ、ちょっと待ってね、キーフレームの感覚が微妙なのか。まあなんとかなるでしょうよ。いいっすね。さあではやってまいりましょう。まあね、スマブラ配信もいずれやります。まあ今日もしかしたらちょこっとだけやるかもしれないですけど、ガチ部屋潜ってみたりとかね、やってみようかなとも思うんですが、まあ僕がやっていくゲーム
って何なのかなって考えた時にね、やっぱりこうお金なしでもみんなでできるゲームっていうところでね、僕はみんなと一緒にできるゲームを取りたいと思い、今回もね、今日も相変わらずのようにロールをやっていきます。で、なんかアップデートがなんか来て、ネクサスブリッツができるようになってるので、まあいつもランダムミットで準備運動するんですが、本日はネクサスブリッツの方でね、ちょっと準備をやっていこうかなと思います。さ、いつも通りですね、あれなので、参加してくださる人はもうぜひぜひね、コメント欄にて、お伝えしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、早速やってまいりましょう。これがネクサスブリッツだ。ネクサスブリッツはもういいよ、知ってるからな。さあ、どこに行きたいかを検索していく。ジャングルとレーン、どっちに行きたい？ジャングル行こうかな、今回は。ネクサスブリッツ最強のチャンピオンといえばアムムなんですが、ネクサスブリッツで最強のチャンピオンといえば、やっぱね、オールインというか、こう、CC 濃いジャングラーがかなり強いって言われてはいるんですが、このネクサスブリッツをね、いかに切り抜けていくか、というところをね、本日はちょっと見せていきたい。もしね、私のゲーム一緒に参加して、まあ、仕方ねえから、鵜飼の誕生日盛り上げてあげるか、という人がいらっしゃれば、ぜひぜひコメントください。では、早速やっていきたいと思います。準備運動の方、やっていきましょう。あ、皆さん、ユアショップ開きました？ユアショップで買いましょう。みんなもね、みんなも欲しいチャンピオンいるかもしれないですよ。結構ね、自分が使ってるチャンピオンとか反映されるっぽいので、まあ僕の場合だったらカイサー、アリスタ、カミール、パイク、なんかグレーブス、ルシアンと、かっこいいスキンがなぁ。めい、チャンネルさん、めいはパイクのスキン買った。ああ、このスキン買ったんだ。このね、砂の。でももうすぐパイク、ブラッドムーンパイク来るよ、皆さん。もう少ししたらね、ブラッドムーンパイクの方が来るようです。どうやら。さあ、ではネクサスブリッツやっていきましょう。私のポジションはジャングル。最初のイベントはスカウトルファイトですね。これポッピーが強いんですよ、スカトルレースは。ポッピーが強いんだけど、まあそれを知ってるかどうか。さあ、バンが始まっていく。ビッグマン強いのはですね、誰が強いかな。カイサは強いだろうな。安男が多分強いっす。回していきましょうか。落ちないものだな。ニーコバン、バカ野郎、お前ニーコ使おうと思ってたのに。ねえ、チャンネルさん、ネクサスブリッツやったことないから楽しみ。ネクサスブリッツやったことないんだ。ジャングル2人のレーン3人っていうね、ネクサスブリッツはそういう編成でございます。さあ、ハイマーディンガをピックしていく。味方はまずハイマーディンガをピック。さあ、ここで1人はレーナーとしてシビアを選んでいますね。味方はシビアをピックしていく。さあ、ここで何をピックしていくのか、ミスターチキン。さあ、エイトロックス悪くない。さあ、ここでアムをピックしていくのがチキンくん。まあ、やっぱりね、ネクサスブリッツといえばやっぱりこのチャンピオンでしょうよ。もう僕を選んでくれないのかと思って。ああ、マスターイー確かに強いね。マスターイーは強いですが、これはおそらく問題ないです。さあ、いやー、これ多分こっちの方がいいな。天気の方が良さそうだ。うん、いいでしょう。さあ、地獄の豪華アムムの、あーっ、黒間選び損ねた。畜生、選び損ねちまった。さあ、ではやっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。ネクサスブリッツはね、イベントをクリアしていきながら、イベントに勝利すると有利なアドバンテージをね、得られることができるので、まあできればイベントどんどん取っていきたいですね。
敵の構成、マスター E、ザイラ、マルザハール、ナサス、リサンドラ。まあ、多分強いです、普通に。マルザハールもいるしね。ヘクステック、マルザハール。結構使い込んでるのかな。ザイラ、ヘクステック、マルザハールって気持ち悪いのによく買ったな。普通にバトルボスとかの方がかっこいいと思うけど。でもこっちもね、編成としては、シビア、エイトロックス、ハイマディンガー、DC はどうかわかんないけど、で、こう、集団戦に強いので、まあ、ネクサスブリッツはいかにね、あれを勝っていくかっていうのが結構大事になるんですよ。いかに途中で起きるイベントをしっかり勝ち取っていくか、かなり大事なので、これワンチャン悪くないです。さあ、ここで、バチコリ。敵のナサスのゲージ待ちですね。ネクサスブリッツ、先ほども申しましたが、ネクサスブリッツはジャングルにレーン3でやっていくゲームになります。確かね、上に、レーンがね、真ん中と下にあって、上側にね、ジャングルが広がってるような編成だったとは思うんですが、もしかしたらクリスマス仕様でちょっと若干の変更が合ってるのかもしれないです。というか、前もね、ネクサスブリッツってあったんですけど、それから改良が加えられてるかもしねえ、れないのチャで、ンネルさん、リサンドラのパッシブやばリそう。サンドラのパッシブ、確かに、リサンドラのパッシブ入ると結構えげつなそうですが、まあそこはね、気にしても仕方ないので、さあ、ここは、バチコリね、しっかり、やっていきましょう。さあ、レーンが3つになってる、ネクサスブリッツ。おっと、ネクサスブリッツへようこそ。一緒に遊んでよ。さあ、ジャングルは基本的に2人一緒で回ります。これが基本です、ジャングルのね、2人一緒に回っていくのがジャングルの基本。ミニオンが出ここなんかマサイカなんかいたぞ、今。ジャングルは基本的に2人一緒に回ります。なぜなら経験値が2人に入り、なおかつだね、元のネクサスブリッツって結構ね、敵の数とか敵が強かったんですよ。結構強いんでね、こうやって。さあ、ここでバチコリ回収していく。ほら、敵の数が多いんですよね、こうやって。鳥を狩るのが早いのがアムムのいいところ。ここでハイマニーが先に行っているが、それタレット置かなくて大丈夫か。さあ、お前受けろよと言わんばかりにチキン組みダメージを受けさせていく。さあ、ここはしっかりスマイトでキャッチ。さあ、今度は犬ですね。犬も割と多分早いと思いますよ、狩るの。チキン君は受けながらすることにより E のクールダウンを減少させていきます。さあ、ここで、ここぞ赤バフがここに出現しているが、さあ、これ一回攻撃してここに呼び込みたい。ジャングル内に呼び込んでいきたい。ブッシュ内に呼び込んでしっかりダメージを取っていく。これ赤バフを取っているのは、おっと、ここでナサスが、さあ、いいダメージだが、バチコリダメージを出していくが、あ、倒せる、ナイス。さあ、ここはバチコリエイトロックスが倒して、おっと、今のところ悪くないですね。まだイベントが来てないですが、青バフ取れたら取りたい。見つけた相手は全部燃やすんだぞ。
取れたら取っていきたい青アフ。はい、ここで勝ち取るよ。あとサンドラの攻撃があっていいが、ここでしっかりと購入していき、じゃあ暗雲パイセンはジャングルを狩り尽くしていきたいですね。鳥をね、狩るのはかなり早いので、あの場所は一人でも狩れます。鳥はそれだけが鳥へとも言っていい。本当にね、鳥を狩るのはめちゃくちゃ早いんだね。アムの強みを生かしていきたい。おっと、スカトロレースが28秒。さあこれは早めにリコールをしておきたいが、さあここはリコール選択。レース前にリコールをして、しっかり相手もね、作っておきましょう。こうすることにより、しっかりね活躍ができます。さあスカトルレース始まっていく。敵のスカトルを勝たせないように攻撃をしてスタンで止めていきます。しっかり CC をかけたらね止まりますので、おっと相手はこのレースの重要性をあんまり理解できていない。さあ敵のスカトルを止めることがいかに重要か、まあそれはね見ればわかります。後で後々見ればわかるんでね。さあここスカトルが入ってくるが、エイタロが狙っているぞ。おっと一瞬で入ってきた。さあここはウルトクシックとワチコル止めていく。さあかわしていく。あっとだ、これはスカトルレースが、スカトルが、あーっとスカトルを取られてしまった。あーこれは痛い。チャンピオン発射装置が完成しているぞ。あーそれはいけない、それはいけない。エイトロックスハテナピンを出しているが寄れない。ヘルスを考えてほしい。バスコル捕まえていくか、そう寄れない。さあ危ない危ない危ない。さあリサンドラが寄ってきている。一緒に遊んでよ。いやこれは痛いですね。スカトルを失ったことによって敵にねとあるアイテムが、送られております。あれをうまく使えるとちょっとまずいんですが、敵のねミニオン発射装置っていうのがねちょっとできてるんですが、あれをうまく使えるとちょっとまずいんですね。さあここはなんとか超えていきたい。アウム、アムはまずネクサスブリッツ、かなりあのね OP って言われてるチャンプなので、ネクサスブリッツの長なんでね、こいつは。決闘だ。次のイベントは決闘ですね。これね、味方のタワーが破壊されました。ちょっとジャングル買っとくか。探知しないと無理だろうな。決闘はね多分ねサークルの中にずっと入って敵を落とし切った方が勝ちなんですよね。
った。これは厳しい。シビアが捕まってしまった。なんかこの要素はなかったな。おっとここでマスタイを捕まえていくか。マスタイを捕まえていきたい。ナイスウェイ、マスタイを捕まえていく。さあ逃げていくがリサンドラ、この決闘を制していけるのか。リーシンがダメージを出し、エイトロックスのダブルに入るか。さあここでリーシンがパス、うる、おっと、おっとしっかり決闘を制していく。1ラウンドずつ。さあハイマーディンが強い、ハイマーディンが強い。決闘最強チャンプか、もしかして。おっと、あーっとー決闘に敗れてしまい、敵チームが王子メガオーシャンドレイクを獲得。負けてばっかりですね。いや最初の試合勝てたのにな、普通に。あれ、普通にシビアが簡単に捕まらなければ勝てたんですが、ちょっともったいないですね。さあ敵は赤枠を取ろうとしているが、おそらく問題ないでしょう。敵のあるとこいい子だ。さあ敵のダブルキックならちゃんとやれると思う。まずいですね。さあボットレーン側から狙われているが大丈夫か。それはこれ入ってくるぞ。さあここで入ってきてしまう。あ、ナサス入ってくるか。ここはバチコリナサス落としていく。おっとリーシン入っていったか。おお、ナイスパス。さあここでトリプルキル。いやリーシンナイスパスだった。さあこれはリーシンを追いかけるよりも、あとハイマリンがここでこいつをやっていきますか。さあこれ取れればでかい、ヘラルドが取れればでかい。さあヘラルドを取っていく。味方がタワーを破壊しました。ここは一回リコール。味方が倒されました。おっと味方チームのあれを守らないとまずいような感じもしますが、サイエントロックス一人で守っているが大丈夫か。どこへ行けばいいの。あーここは捕まえていく。おっと敵を倒します。なんとか落とせるのか。あーそいつは死にましたね。さあバチコル落としていく。敵を倒しました。このエルダーバフを使っていきたい。さあ炎の中で生き残っていく。さあ生き残りをかけて戦えるか。おっと待て待て待て、落ち着け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 。さあリーシを倒していく。バロ、さあここで入っていく。チキン君、さあ痛い。さあこの炎から出てはいけない。さあ炎から出てはいけない。さあここでしっかりキルを取っていく。メガオーシャンドレイクを獲得。よしオッケーオッケー、普通のオーシャンドレイクの3倍ぐらい強いですからね。おっと狙われているが、
意外とリーシン強いのか。ここをしっかりね。チャンネルさん、自動回復エグいな。そう、自動回復ね、これちょっとエグくなるアイテムをつけてるんでね。これはまずい。ちょっと引いていく。おっと、エイトロックスが狙っているが、おっと、リシンが入っていった。さあ、ここ、しっかり捕まえていけるのか。ウルト、さあ、エイトロックスが入っていくが、それ大丈夫か。さあ、ここでしっかり。はい、マスターをしっかり落としていき。さあ、こいつが一人残っているぞ。さあ、こいつが残っているのみんな無視か。こいつをこいつを無視していく動き。さあ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 、これまだブリッツの祝福っていうチートアイテムがないですね。さあ、ここでヘラルド落として、さあ、おっと、ジージー自動回復の強みを満たせましたね。いやー、素晴らしい。自動回復の強みを生かしていくいい動きでした。アムの OP ね、アイテムがね、えげつないのがいっぱいあるんですよ。ねえ、チャンネルさん、リーシン上手かった。うん、リーシン上手かったね。リーシンは本当になんか使い慣れてる感じがあった。多分ランクとかでリーシン使ってる人じゃないかなって思うぐらい、まあ、リーシンを助けるためにね、体を寄せるチキンくんの動きも悪くなかったですね。エイトロックスはめちゃくちゃ一人で1対5して死んで、で1対 5? みたいなハテナピンを出してましたけど、あれはあいつが悪いです。さあ、ではリーシンですね。これはこっちをリーシンに与えていきたい。いや、いい仕事しましたね。ネクサスブリッツはね、こういう恐ろしいゲームなんでね、皆さんももしやる際は十分に気をつけてプレイしてください。では少々お待ちください。ちょっとね、水を取りに行ってきますんで。はい、皆さんお待たせいたしました。申し訳ございません、お待たせいたしました。さあ、では早速ノーマルゲームの方やっていきますか。1試合ね、2個じゃないや使えたので良かったです。楽しかったな。なんか今の新しい、多分アイテムはこのスノー KD 明るいプレステージエディション、これ欲しい人、多分明かり使う人とか多分やるでしょうね。買いそうだな、これ
プレステエディションのためにスノーダウンのチケットをね、スノーダウンパスを買えば多分 KD あかりはしっかりねゲームやってれば手に入るんじゃないかなと思いますので、よし、では早速ノーマルの方やっていきましょう。なんか若干チャット欄というか招待欄がちょっと変わってる。元気だね。さあ、いいですか？じゃあ行っちゃいますよ。そしてちょっと飲みますね。おっと、さあここで早速ね一人ね入ってきてくださいました。じゃあやっていきますか。皆さんが入ってきたので皆さんと一緒にやっていきましょう。どうします？いつも通り、じゃあ僕は小屋の方でお待ちしておきますね。さあではやっていきましょう。いいかな？もう行きます。皆さんもし参加してくださる方はぜひねチャット欄の方で教えてください。では行きましょう。レッツゴーボーイズ。今日もね多分世間はもっぱらスマブラ配信で持ちきりだろうから、僕もちょっとスマブラの腕を見せたいんですけどね、まあ、すっごい下手なんですけど、僕もあのエンジョイ勢なのでギャーギャー騒ぎながらやるっていうあれですからうまくはないんですよ。ハッピーバースデートゥーユーびっくりした。ハッピーバースデートゥーユー誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。びっくりした今ちょっと喋ってたからどのタイミングでね言葉を発しようか悩んでました。どうもリラクミです。どうもどうも。ゼドンピック早っ。あかりはどこ行くの？トップ行くの？トップサポ。これどこですか僕？ジャングルと AD が空いてますよね多分。どっちがいいですか？どっちやろうかな。まあどっちでもいいんですけど AD やろうかな。じゃあとりあえず。じゃあ僕ジャングルやりますね。はい。チリアーンか。蘇生してもらおう。いや違うな、ここは守ってもらえないからエズにしよう。ここも多分ジャングルに行こうが良さそう。よし、めっちゃ弱くなったって聞くので。パチノート読みました？あ、全然読んでません。まあ大したこと書いてないんですけど。え、なんか変わったんですか？いやまあ別に2個増えたのと収穫のアップ入ったぐらいですかね。ガリオくんがなんかバフ。あ、ガリオのバフと、うん、はガリオは見た、なんとなく。収穫のアップはねちゃんと見てないですね。そんなにでもまあまだ落ちてない感じですか？ぶっ壊れじゃないけど強い方かなって感じですね。ああなるほど。個人的感想としてはまだまだ使えるってことですよね。そうですね。まあ他に合うのがなかったら収穫積んどけばいいんじゃないみたいな。なるほど。あ、ミッドニーコだ。みんな結構スキン買ってますね、ニーコのやつ。うん、まあ可愛いですもんね、普通に。個人的にクラシックの方が普通のニーコのことですか？そうですね、好きなんですけどね。まあ僕もどっちも好きですけど、まずはこのニーコというチャンプをね使いこなしていかなきゃいけない。あバグスプラット出ていく。お、エズじゃないですか。イエス。
いやもうちょっと構成的に絵図じゃないと生き残れないかなっていう。この先生き残れねえ。後ろの方で急ペチペチしとくんで。この先生き残れない、ポンコツなんて言わないでよ、野暮なことを。知ってます？いやちょっと分からなかったです。何の曲かなと思いながら聞いたんですけど。これはね、あでもオリジナルソングなんで多分分かんないかもしれないです。それは分からないな。結構有名な方ですよ。あ、そうなんですか。はい、有名な VTuber の方のオリジナルソング、結構 YouTube の CM でめっちゃ流れてたから。あー、なるほどね。うん、流れるたびに私すぐスキップしちゃうんで。あー、僕結構 CM 見ちゃうんですよね。たまにそれで面白いの見つけて行っちゃったりするんですよ。なるほどなるほど。そうそう、やっぱそのお金かけてるからさ。確かにクオリティは高いですよね。間違いなく、うん、ガチの人がこうほらやってるから、あすごいなって。作曲からミックスまで、ね、全部やってくれます、うん、やってますからね。純粋にすごいなって思うのが多いから普通に見に行ってしまう。動画もおろ面白いしな。普通に歌ってみた系だったら、あのあれが一番再生回数多いらしいですね。あの姫ひなチャンネルのレッド上等が一番再生回数多いらしいですね。 あれがキズナイの動画を超えたらしいんですよ。すごいですね。400何万回再生みたいな。キズナパイセンの動画を超えたんですね。超えたんですよ。MV のクオリティめちゃくちゃ高いですよ、あれ。そうなんだ。ヘイ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 ですよね。そう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 、それ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 。ミニオン出撃まであと30秒。レッド上等。あ、誰もいねえ。足らず。残念。誰もいなかった。エズリア君の力を。色が気持ち悪い。なんか虹がかったみたいになりますよね。あ、ああ、なんか飛んできた。ジリアン。ジリアンリップコールした方がいいぞ。わーい、ワードだ。ミニオンが進撃しました。ワードオピ。間に合うかな。あ、一発食らっちゃったやり。ヘイ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 。まあいいや、今回回復するし。左サポか、これ。左サポですね。ジャングラーじゃねえのか、そうか。なんか、なんでこいつこんなとこいんだろうと思ったら。ジャングラーシェンですからね。まあ、一回稼げたんで、よしよしよし。ああ、それ、受けなくていいよ。受けなくていいよ。ありがとう。確かこのワード有効活用できるのか。まあ、ロケット連射じゃん、こいつ。W 取った方が良かったな、多分。通常攻撃3回ごとになりますね。そうなんですよね。やられていく。危ないよ、戦友よ、ここ。味方が倒されました。まあ、そうだよな。普通にやられちゃったな。あー、今の当たる。マジか、やらかした。だる、キューが遅かった。もったいないな、これは。
いい子ジャングルまだまだ使いこなせてないですね。まあ出たばっかりですからね。回り方も全然調べてないんで、なんか使えるっていうのを聞いたんですけど、やっと出た、やっと出た。もうちょいミニオンに打ってくれないかな、ジリアン。プッシュ負けする。しました。フラッシュインしてくれたのにすまんな。 OKOKOK。 いやーミスですね。ドラムちゃんと入られそうだ。ジギアのマナまだあるのか。私のマナがない。味方が倒されました。わー、ゼドに負け、ニーコに負けるゼドって何ですか。ゼドに負ける、ゼド負けるんだね、意外だわ。レベル差で負けたのかな。どうですかね。お互い学がないんですよね。一番決まりそうであるので。痛い痛い。コーション来た、やっとエリクサー。エリクサーじゃない、あれ、クッキー。敵を倒します。おっぷれ。シンがこの辺います。帰るわ、これはさすがに。ヒールはありますけどね、まだ。それまずいね。僕はエズの真似していきますわ。はい。敵を倒しました。ヒールであれだけ回っていく。いや、やっべ。敵を倒しました。いや、ニーコ気をつけて、ニーコ気をつけて。あー、スネ当たるか。あー、まあ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 、あっち倒したから、オッケーオッケー。敵を倒しました。バースか、一応悪くないんじゃないですか。シーン積みたかったけど、積めないな。ピッキリ積むしかない。すごい、全部壊れてく。これはもうCS取ると怒られそうだからな。シュッついでおじゃるよ。ロケット乱発、連発されるだけで打数にプッシュ負けるから、ブーツがないから避けづらいんだよな、まだ。シェンガがいたな、なんか。どこいました？ボットのジャングルです。
ット側か。狙われてるかもしれませんね。ミッドですね、今。ライザ負けなそうだけどな。ミッドから流れていったもん。うわ、やば。ビッシー、やっとブーツ来た。やっとブーツが来たでござる。これで受けれる。ハゼドー、それ踏んじゃダメだよ。それ踏んじゃダメですよ。あー、シェンの出身後方上から削っていく。お、ナイススタン。ウルトも入っていく。キリングスプリー。ナイス。さあ、生きれるか。敵のアンストッパブル。敵を倒しました。ナイス。いやー、たわり。つきました。リップ。シェーンはボットなんで。死ぬんじゃないかそれ。全然使いこなせてないわ。ミッドに行ってる？What the fuck？なんでなんで。あ、当たらんかった。あんまり下がらんかったんです。下がんなかったっすね、ゼド来ても。キノくんが、あー、キノコいてんな。今は怒る時なの。後ろっせぇ。さあ、で、まあ、ここ線いますね。なんで二打リと連戦してんだこれ。になりはい、いいナイス。あ、ジンクス帰ってきたな。お前、それかわすんかい。倒します。あ、浮いてんな。面倒ですね。牛が遅いからって波上がって、まあ事実なんですけど、ジリアン君頑張って、私はボットを削ります。まだ2ダリいるんだけど。2ダリに守らせてますね。シャットダウン。あら、ま
味方のタワーが破壊されました。あ、やば。なんか変わりな。うわ、いって二打り禁止。ビルトがあればな。ビルト痛いな。あ、今届く。マジか。届くんかーい。まさかニーコに負けるとはな。あ、瀕死なんだけどな、ボットレン。だいぶ削ったんだけどな、あの二人。ギリギリしなかった。終身護法で守られてしまった。ニーコ。あ、よ、そうだ。ウルトカウンターだよね、後出ししたら。敵を倒しました。爆発しますからね。取り去るスピードは本当に速い。あ、惜しい。それいけるんじゃないですか。フラッシュ吐かす。フラッ、いけなくても。なんか飛んできた。フラッシュ吐かせることはできる。よっしゃ、殺してくれた。敵を倒しました。ありがとう。あー、マジジリアンのウルトを信じて突っ込んでいくの OP すぎる。壁越しにやり込んでくるとさすがに避けれないんだよな。あれ、まだ戦ってるんでしょ。わー、ちくしょう、お前か。いっけ。あー、無理。オエイが出ない。ミニオンが多すぎて Q が吸われる。いい子強。どうしようかな。あ、ブーツか。敵のニーコかなり強いですね。そうですね、だいぶ育ってます。 Z がボコボコだったんで、それでキル持っちゃってるんでダメージがいけつないですね。ボコボコってわけじゃないか。マジで沈んでないのか、ゼゾでも。一対一すら負けるな、確かに。あれから積まないとな。味方のタワーが破壊されました。アルモティウスのあれから。元から。ゼゾ横行くの？いいよ。私がじゃあ見ていきましょう。どこのタワーも折れてないのかな。そうですね。出すぎだよ。狙われますよ。あー、やってますね、ヘラルド。降りたいんですけど。折れてないか。2個いますよ、そこ。ここにいますよ。あ、こっち来た。うわ、あ、危ない。あー、なんか信じる。
ゼドゥがやられてる。何しに来た？ライズ。いった。育ちすぎてダメージいくんだけど。ないな。射程が長いけど。ボットがやばいな。これはまずいですね。ライズに行ってほしいんだけど、ミッドを任せてほしいんだけど。トップもやばいんだよな。あ、ゼドとゼドボット向かってんじゃん。あ、トップ渡していきます。オッケー。あ。ファームさせてくれって感じではなんか、あー無理。敵のドミア、あー育ちすぎてて出れない。フラッシュされた範囲外でベルトがエグいな。あー発動した。うまいなあいつ。育ちすぎてちょっと一人にされると死ぬな。追っかけて大丈夫か。敵の肉いるぞ。あっ、あー痛い。育ちすぎてて痛いんだよな。強しし すぎれ。あー、いない。うまい。敵を倒しました。敵のレジェンダリー。ミッドがやばいな。どうしてもまだ1000円持ってるのか。さあ、行くぞ。めちゃくちゃ超えてるな。味方が倒されました。キリンスクリーン。敵を倒しました。いいです。フラッシュは吐かざるを得なかったか。ゼロ君はボットを押しといてほしいんだが、厳しい戦いになってますよ。な、実取れない、取れないじゃん、そんな金持ってったら。全部取ってくんだけど、こいつサイドのレーン食ったんならサイド押してそれ折ってきてよ。ゼドはそういう感じの人結構多いですからね。君腐ってんだから。そんな腐ってはないけど。あなたのチャンピオンが倒された。なんかいるんだが、ニーコがなんでここにいるんだ。なんでこっちから来てんだ。あれ強いんでな、ゾーニア使いながら。ウルト使って、ゾーニア使ってウルトだけ発動するっていう。そうね。味方のタワーが破壊されました。コアなんですよね。だから
器具はあれだけど、タワーが全然折れてないからな。私が戦うと彼らは戦わずに。出ろ。やばい、ベースが。こっちこっち。まだおるんか。あれライズ見つかってない？大丈夫か？ライズ大丈夫か？みんなニーコを恐れるのだ。トラップ。行ったな。待てよこれ。一旦帰った方が良さそうだな。帰って行った方が良さそうだ。ダメージがやばいっすね。なかなかにプッシュできねえんだよ。どこへ行くの？ズル君。いや私はファームしてますよ。帰ろう。なんであそこで戦ったんだろう。いやーこれは味方が倒されました。ああ、いい子の正面バラバラになってしまった。探しの大変だったよ。いた。俺が避けるとそっちに当たってしまう。OKOK。 うわーキノコ。私ヘルスないんでやめときます。横からになんかできそう。ずっと追っかけすぎじゃないか。大丈夫か。まあ、そらそうだわ。こっちようやくアイテム揃ったんでダメージ出ますけどね。もうちょっとダメージ足りないかなと思ってトリフォー行きました。なんでみんな私のいるレーンに来るの？ああ捕まってる。偽物だあれは。ニコ、ここ当たってる。どん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 エリクサが手に入るんだけど。やばいな。味方のタワーが破壊されました。シャットダウン。いやー危ねえ危ねえ。
忙しい。味方が倒されました。ボットのエーバー任せるかな。いや、行った方がいいな。加速してくれ。ありがとう。は任せて、やっとダメージ出てきて楽しくなってきたところだ。キノコ見てあるな。あ、ソラリジークコンバージョンですか。積んでるんだな、このジリア。なんか面白いことしてるなと思ってこれ以上押せないな、一人で。どうしようかな、先にマルモティウス積もうかな。マルモティウスじゃなくて、あのヘックスドリンカーだけ。ああ、ヘックスドリンカーですね。そう、その後大きい行こうかな。敵を倒しました。おーじですね。そう、こわぶねじゼロ危な。2個だな、片方ジンクスが。めんどくせえ。いった、外した。うわ、ウルトだけで1200も食らうのか。私はボットの処理に向かいます。あ、壁越え失敗した。3なら悪くないな、でもこれ。そうですね、やばい、 CS がガバすぎる。 Q の威力が計算できてない。あー、テーマが。ちょっと待ってよ、私は。無理か。ボットの処理に忙しいんだ、こっちが。待てよ待てよ、もう帰るから。ちょっと待てよ、サイドレーンのプッシュが間に合わないんですよね、さっきから。死なないか。味方のインヒビターが破壊されました。シャットダウン。いたいたいた。あ、やべ、バロン起動しちゃった。いや、ベース変えんなとまずくない？大丈夫？間に合うこれ。
ケイ。ちょっとお金をください。冒険がもうちょっとで完成するんです。ゼド君お金をください。お願いします。お金を。容赦ないな。まあなんとか買えたんで。ナイスナイス。ニーコの邪魔をするのは誰？ドラゴンかな。あ、やってた。とりあえずちょっとミッド処理します。とりあえず全部食うな。あ、一つも拾えなかった。全部持ってかれた。悲しい。フォークしたいんですけどね。あ、私王剣積んでるんで回復はするんですけど。アロン生かしていきたいですけどね。やべ。あなたのチャンピオンに倒されました。敵のダブルキル。厳しいな。いやちょっと僕のニーコが浅かったかな。おっとっと。火力差がだいぶできてるんで、まあどうしようもないんですが。あ、2名の方がいるので行くしてください。もうね、火力差をちょっと埋められない。ジリアンのウルトがどうしても私に使うしかないんで、多分ダメージ総数的に。ゼドが行くか。じゃあミッドを押すか。わあ、ジリアめっちゃ削れてる。やばいな。敵を倒しました。まあ、シーンはあんまり置いて。敵のキリングスプリン。おお、ちょ、待て。味方が倒されました。やばいですね。マジな。味方のタワーが破壊されました。 GA 積んでるもんな。味方のインヒビターが復活します。味方のインヒビターが破壊されました。ミッド復活するとトップが来れましたね。そうっすね。まだいるな。まだいるな。味方が倒されました。トップジャングルいけねー。敵のランプ。あー、ヒール間に合わなかった。ダメージがえげつない。味方のインヒビターが破壊されました。どうしようもないな。ちょっと待って待って、怖い。どうしろってんですか。いやディフィート。
はもう、なんとも言えない。ずいずい。ずいずい。やられちゃいましたね。あんだけ育ってるとさすがにね、適当にウルトインしてくるだけで厳しいので。まあ仕方ない。こういう時もね。ある。あります、あります。仕方ないですね、これは。これからだったんだけどな。これからというにはちょっと伸びすぎてたけど試合時間相手がもうフルビルドだったからな。まあまあまあ OK、 だいぶちまちま削っておいたけど、うん、あの前衛がね瞬溶けするんでね、ちまちまやってる暇がないんですよね仕方ないです。これはもうね、ちょっとね、あまりにも差がつきすぎてたな。スネアだった瞬間死が確定してたからさよならーですわ。さよならって感じでしたね。普通に強いね、やっぱ。まあタンクがいると多分ね、もうでも前出れなくなるんで、今回アサシンとかばっかりだったんで多分、うん、正直あの前使ってて思ったのは、いや本当タンクがいるとね、奥まで投げれないんでダメージが全然通らないんですよ。あれあ、ちょっと一回ランダムいってもいいですか。はいはい、ちょっとあこれどうかしました。あ、いやいや、あれよ、ミッションを開始できてなかったっす。ああ、なるほど。よし、ゼラス来い、ゼラス来い。いや、ジグスでもいいや。そういうね、ほんとそういうことをダメなチャンプばっかり使っていく。アラームってそういうゲームでしょ。相手より強いチャンピオン使って気持ちよくなるっていう。いやいや、アラームはもう勉強のための。あれ、あ、ノーマルです、ね、ブランドピックな、あ、ノーマルですアラームとは何だったのか。うん、普通のノーマルだびっくりした。あれ、ピック画面出てきてうんってなった今僕もランダムかと思ったノーマルでした、普通に。飛び込むかな、じゃあ。お、珍しい。今日はちょっとね、動画作成用に全連1回ずつ行こうかなっていう。いいですね。ガレンで行こう。来てまーしゃガレンって絵的に動画、あ、なるほど、初心者の、ね、初心者用の動画だったらいいんじゃないですか、これで、うんうんうん、打ち壊しボンアーマー調整帳凱旋最後の慈悲し攻撃速度を積まないと辛い攻撃速度。確かに初心者ダリウスでもいいですけどこの方が見るやつなんです、ね、でもダリウスの方が気持ちよくなれるんだよな。どこですか僕。やっぱダリウスしよう。気持ちよくなりたい。ゴリラを見せつけていくスタイルでいこう。どこですかこれ。ちょっと待って、自分の今ルーン組むのに必死になってる。何時ガシーン。ちょっと待ってくださいね。はい、辞退すればいいですね。はい、俺さえいれば勝てるぜ。あ、やべえ、リアトモから。リアトモじゃねえ養鶏場の職員さんですか。お、ありがとう。そう、養鶏場の職員さんから。送っとこう、メッセージ。ん、
これはちょっとニーコを練習しろということか。何が送られてきたんですか？ニーコのスキンが送られてきました。おお。いやー、これは嬉しいですね。たまたま、本当にたまたまだった、誕生日に気づいたのは。僕気づきましたね。いや、僕別に K さんのツイッターのホーム画面を開いて、プロフィール画面を開いたら、うんうんうん、風船がブワーって出てたから、あ、誕生日じゃんみたいな。そうなんですよ。いやね、あんまりこう大乱闘にね、みんなねこう、あの、目がいってるから、こんな時に言うのもあれだなって思って言わなかったんですよ。自己アピール全然してなかったから、うん、普通に気づかなかった。控えとこうと思ったけど。いや、そこは自己主張してもいいんじゃないですか。なるほど。ちょっとあれですわ、あの人が来ます。ほう、ロル女子の方が初めての人かな、多分。うん、いやいや、初めてじゃないと思うけどな。え、やったことないですかね。誰だろう。一回だけとかだったら忘れてる可能性は割とある。あ、今まで僕のロル女子の方とあんまりやったことないですか。あったっけ。1回ある。 1,2 回あるけど、 あるよ、あるよな、あるな、うんうん、僕のね、ロル女子のね、なんかロルに関してはいろんな人とやりすぎてね、なんか混乱を。ちょっと待ってくださいね、なんか起動してるって言ってるんで、はいはい、あ、なるほど。ここで私の今回、イワショップが外れだった件について話しますか。あ、ぜひ教えてくださいよ。イワショップ何だったんですか。剣の支配者モルガナ、うんうん、砂漠の守護者ゼラス、うんうん、ダリウス教、うん、でパイクの砂漠のスキン、うんうん、カボチャヘッドフィドルスティックス、うんうん、マフィアブラウン。マフィアブラウン僕も来ましたよ。いらないなっていう。知らないかもしれない。いや、どう、この人じゃないんですか。この人は今僕にスキンくれた、あの、養鶏場職員の方で。養鶏場職員の方、レベル高いですね。いや、この人ね、ロールしかやってないんで。やばいですよね。200レベル超えはかなりやり込んでるな。私のフレンドに200レベル超えの人いますけど、だいたい常にいるからな、そういう人たちって。常にゲーム中ってなってる。養鶏場職員の方、職員の方レベル高すぎでは。どんな養鶏場なんだ、うん、一体。やっぱ養鶏場でロールしかやってないから、この人は。この人は仕事してませんからね。仕事は寝る間も惜しんでロールやってますからね。やっぱ違いますよ、この人。てか遅っ、あ、遅くね。あいつ遅すぎんだろ、何やってんだ。え、どうしました。おかしいですね、ちょっと。もう一人ね、多分こっちは知ってる助手の人がいるんですけど。ほうほう。この人が来ないんですよ、なかなか。あ、4名の方いければゆっくりしていってください。遅くね。SSD にしなきゃ。違うか。え、何やってんだ。いや、もうスマブラばっかだな。いや、今多分スマブラ、僕もね、まあ、やろうと思えばできますけど、メイさんが悲しそうな顔してたんでね。逃げちゃいけねえなって思っちゃった。まあ、そういうツイートしましたからね。うん、姉さんは、あれですもんね、汚ね。
私コンシューマー系持ってないんでね。ですよね。プレステ3までは持ってましたけどね、もう4以降プレステ4も買ってないし、任天堂系に関してはゲームキューブで止まってますからね。でもゲームキューブは神の期待と言われてましたから。個人的には64すごい好きでしたけどね。64もね、神の期待と言われてましたから。64のあの叩いたら治る感じすごい好きでしたけどね。なんかカセットフーフーしたりとか、うんうんうん、懐かしい。懐かしいですね。そう、叩くとフリーズするんでね、で叩くと治るっていう。この人ほんと懲罰者だな。これは遅刻ですよって。これ絶対ランダムだったら一回できたよな。最低だよこの人。まずほんと遅え。ちょっと誤り入れとくか。みんなスマブラなんかやっちゃって、スマブラよりロールの新パッチなんだよな。うん。違うか。どうなんですかね。でもなんか今からスイッチなんか買おうとしたら本体買えなさそうですよね、むしろ年末商戦で。ああ、いや本体はね売ってます、売ってます、普通に。あ、売り切れとかじゃないんですね。うん、本体はもう多分みんな持ってると思う、さすがに。なるほど。前ね、あの僕があのあれなんですよ、任天堂スイッチを、まあ、バーチャル業界に持ち込んだ時はもうほぼほぼ品薄で、全然最初のすごかったですよね、あれ。うん、なかったっすよ。転売の人とか買い占めてたしな、あれひどかったな。やだ、ヒデですよ、ヒデ。ヒデ。もうね、完全にヒデ。てか、ほんと何やってんだこの人。最低だな、ほんとに。なかなかやってこない。うん、いや、なんか、もうすぐ来るみたいな、全然来ないんですが。最低ですね、ちょっと。ごめんなさいね、皆さん、お待たせして。ああ、ピーキンさんか。ピーキンさんは知ってるわ。そう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 。もう僕のあの、ロル女子といえばピーキンさんですから。ずっとね、助手がね、女子に聞こえてってね、女の人がいたっけなと思って。違う、女の人はいません。聞き間違いだったようだ。フェイス何やってんだ、本当に。おっそ。なんか最近でも、あれなんですよ、全然知らない人に、全然知らない人にこう、なんて言うんですか、いきなりフレンド登録を飛ばされること、来た来た、やっと来たことがあって。ほうほうほう。試合後とかにですか。そう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 、なんか「ヘイ!」みたいな感じで。「ヘイ ADC」みたいな感じでね、結構飛ばされるんです。じゃあ行きますか。行きましょう。私それでベトナムの方と仲良くなったことありますよ。マジっすか。通じるんすね。2試合連続で同じランク戦で同じチームにいて、あ、その人ドレイブンメインでしたけど、なんかドレイブンで無双してましたね、その人。通じるんですね。このね、今一緒にやってくれてるあのコウキさんはね、コウキメインなんで、コウキさんっていう名前なんですけど。あ、それで本当に。いや、嘘です、ごめんなさい。やっぱり嘘ですよね。いや、でもコウキ使います。ミッドはコウキ結構使ってる。シェインが得意です、この人。最近全然見ないですからね。ちょっとミッドいきます、これ。お、さっき ADC やったから ADC でもよかったっすけど、 ADC 以外行こう。これはもう2個を使っていきたい、僕は。トップから順番にやっていくか。トップジャングルって下っていこう。僕はもう2個を使っていきたいですから。これでダリウスやってティーモとか来たら本気でなんか泣きたくなるけど。2個を使っていきたい。ミッド、トップ、ジャングル、サポ。さあ、レーンがしっかり決まっていく。レオナサポですか。エンゲージがいる。今強いからな。なるほど。ニーコは何が強いんでしょう。水星ですかね、やっぱ。水星でいいんじゃないですかね。エアリー使うほど定期的にトレードしないし。うんうんうん。
電撃もちょっと発動させにくいですからね。スネア通常Qとか気にしないといけないんで。確かに収穫ナフ前だったんで収穫で良かったんですけど。それ正解。わあ、ニーコのクロマかわいい。わあ、クロマ欲しくなっちゃうな。かわいいじゃん。かわいいぞ。スノーダウンの金のクロマも気になりますけどね、いろんなチャンピオンの。いや、これかわいい。でも普通に、あ、この緑の、あ、エルソン。事前に知ってたら RP 補充してきたんだけど、あ、スマイトになってますよ。おっとっとっと、スマイトミットじゃないよ、僕は。私ひたすらサイドを押しまくるマンなので。ダリウスですっけ？ダリウスです。あのタワーバキバキしてるだけなんで。タンク来い。ニーコのいいとこ見せたい。これオンスタップじゃん。なさすか、まあ、なさすならいいでしょう。ニーコのいいとこ見てみたい。だってイグゾーストじゃん。おイグゾーストじゃん。カーサスではないですかこれ。カーサスですかね。あとはカーサスはね、ワンチャン勝てる。避ければいいですからね、普通に。うん、早速スキンを使っていく。いや、これはもう使っていかないとやっぱ申し訳が立たないですから、やっぱ使っていきたいですね、これは。バチコリ、さあ頑張っていきましょう。いや、次こそ勝ちたい。そうですね。え、メイさん落ちてます、もしかして。ああ、上がりました。むしろ K さんが今ゼロですか。止まっ、いや 80% ぐらいで。あ、でも私がじゃ遅いのか。ピーキンさん 0% で止まってるしな。ピーキンさん 40% っすね今。あ、ほん、なんか全体的にじゃ遅いのか。あ、動き始めた、動き始めた。ピーキンさんね、ちょっと気をつけないと。この人はあの回線落ち速攻したりするんでやばいですよ。ピーキンさんはね、本当に気をつけないとやばいです。やばいのか。一応招待しとくか。でも来るかどうか分かんないけど。オンサポか、これ珍しいな。一応招待しとこう。さあ、ピーキンさんがいまだ 60% という。そうですね、60で止まってます、うん、やっぱこの人落ちるんですよね。開始直後に落ちる芸人なんですよこの人は。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。コキ、これ配信してるけど大丈夫？そうなの。そうそう。俺のことはチキンくんと呼んでくれ。チキンくん。いや、チキンくんって言うとも悪口みたいじゃないですか。いや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 、いいんですよ。これメイさんや、バーチャル YouTuber の。おお。ああ。なんかもうって言われてるけど。超有名人だから気をつけておけ。100人ぐらいしかいないんだよな。これ後ろに100人いるのか。そうだそう。下手なことしたらやられちまう。こんばんは。こんばんは。集まったな、みんな。ピーさん遅いよ。すいません、起動なんか今日遅いです。頼むよピーキンさん。あー、なんで、何のせいだ、わかんない。来た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 。 100% なりましたね。とりあえずあなた消えなさい、ツイッチ。またゴエモンの配信見てるでしょ、ピーキンさん。え、見てないですよ。あれ、携帯で見てるから、いつも。今いつも頑張れ、ゴエモン見てるからな。頑張れ、ゴエモン。いや、そうなんですよ。ピーキンさん、ゴエモンメインなんで。やっぱいいな、ニーコ。雪のニーコ。ああ、買おっかな、雪のニーコ。これ、コルキがくれたんだよ。うん。やるじゃん、コルキ。ありがてー。どうした？あ、困った。よし、行くぞ、みんな。困った。え？止まっちゃった。おい、お前、待たせといて止まんじゃねえ。ごめんなさい。アイバントリーだよこれ。アイバントップだな、これもう罰として。
辛すぎでしょ。いやなんか強いって聞きましたけどね。アイバントップ。え、グレーシャルオーグメントでも使って回答するんですか。皆さん残念でしたね。私アイバーン所持しておりません。おい、買っとけよ。買わなきゃ。いや大丈夫です。アイバーン買っとけ。ミニオンが出撃しました。これアイバーンだ、アイバーンだけはでも使わないって決めてるから。なんかそういう宗教なんですか。アイバーン教ですよ、もう。そうなんです。好きすぎて使えない。サモナーが死ぬ姿を見ていられない。ギリギリ間に合うかも。経験値には。リーシは間に合わないけど、まあ確かに。夫はギリギリ間に合うかも。一応ソリ言っとこう。知らない人いるし。そうだよ。ああ、これと、いや違うな、ボットスタートですね、相手。うまいなー、このニーコ。このニーコ、取り方がうまい。このニーコ、うまいなー。オンが来る、オン。オンサポですよ、これ。オンサポか。芝子。あいつ、勝てる気でやがる。なさすですね。ああ、間に合わなかった、経験値。終わった。いた。いい音ノーダウン。ノーダウンシーズン結構好きなんだよな。ノーダウンも何回経験したかわかんないな。まだ 2,3 回か。分かってるじゃん。完全に把握してるじゃん。あ、ごめんごめんごめん。いや、ごめんね。始めたの多分 2,3 年前なんですよね。イギリスパイセンが私の背後を守ってくれていると信じて。イギリスパイセンはいい人ですから。ああ、ちくしょう。早くレベル3になりたい。レベル3にならないとダリオスの本領発揮できない。レベル2にならないともうレオナはミリも動けない。助けてー。ああ、ジャックストップ、ジャックストップ。挟んでもいい。飛びつけないだろう。飛びます。強くない？ニーコ普通に。いや多分最強、最強だって。いやニーコ最強だって。ニーコとガリオが今最強だよ。あ、そうなんだ。ガリオは本当なんかワンコメージとかしました、ね、2強なの今。2強です。あ、そうなんだ。ミッドはその2強だよって勝手に俺が思ってるけど。いや本当ガリオの火力やばいよ。本当にもう頭おかしいレベルで。イキンさんの時代じゃん。あ、トリス写真じゃった。トリスが死んじゃった。ごめんごめん、マジでごめんごめん。あー、やばい。ブーさんなっちゃったな、相手が先に。ブーさんはね。あー、まずい。痛ぇな。ナーサスイグゾースト。いや、ちょっとこれは収穫されると面倒なんですけど。ミニオン吸収装置、変なもん積んでんな、こいつ。ナサステレポートで帰ってくるかな。ピンポーン。あ、申し訳ない、私です。あ、なるほど。ジャッコリがいますね。あ、スクショ。あれ、ナサステレポート、あ、するよね。しないと失うもんね。あ、待って、CS 逃したくない。あーあー、ナサス全然猫ババしてないんだけど大丈夫かな、これ。いけいけ、それいけるいける。雲モードになれ。リコールしていい？ごめん、リコールしてくる。なんか吐いた？フラッシュもないよ、あいつ。あ、そうなんだ。トップで入ったから。なるほどね。真ん中に。ごめんごめん。ちょっとリコールしなかったから、リコールしなかった。いやー、これはトップ側が次来られそうですね。そうですね。でも今多分2対1できますよ。きます。ナサスめちゃんこ弱いですからね。今テレポートミグゾーストもないし。うーん、私ショットタグなんで。ナサツ
鳥ちゃん、鳥ちゃん行く。ごめん、ごめんね、ごめんなさい。私のせいです。いや、ダブル、ダブル、鳥さん、ダブル。あ、ピーキンさん、そのレオナかっこいいやつやん。新しいやつですね。実はセットで買っちゃいました。どっちもやりよう。月と太陽のですね。はい。ソルロックとあれか。ルナアーラか。あいたー。ちょっと。なんか、あれがランクが半端ない、そのソルロック。ソルロックとルナアーラさ、ルナ島にしてやって。敵を倒しました。ナイス。強い。皆さんやりますね。いやまあさすがにネコババ積んだナサスに負けたらまずいでしょ、ダリウスで。なるほど、そんな甘えには負けねえということですね。その通りです。しかもネコババ全然してこないんですよね。何のためのナサスのネコババなのか間違ったんじゃないですか。ネコババたまに積む人いますからね。まあまあまあいるの、ナサスだから。まあ風邪えるし、ナサスを殺せないやつだったら全然。ダリウスはかわいそうだな。次に悪影響かって言っちゃった。ダリウスの方が強いか。あ、やべ。トリちゃん、勝てそうだ。トリスターに来た。いや、普通に勝てたぞ、トリちゃん。俺、スターンあったし。まずいですよ。あー、フラッシュアーからだ。さあ、エリスパイセンのコクンが。こいつ足止めする。頑張れ。あー、避けられた。エリスパイセン。まずいっすよ。エリスパイセン。あ、カーサするとあるかもよ。カーサすると使うかもよ。やっちゃったー。味方が倒されました。はい。つまんな。オーマンにしか寄れなかった。じゃあ、前ショップ見てないな。岩ショップか。見たいな。岩ショップ。いやー、つくしょう。ショップじゃない。いやーこいつフラッシュ入ったんだけどね。あー今の当たんないのか。ごめんなさい、私が悪い。本当に当たったんですが。どうやってる。敵を倒しました。これ止めきるフラッシュ。無理かな、さすがに。ゲストなんか。ジャックスボットですよね。いや、あの、俺はドラゴンと共にジャックスを倒します。じゃあ私、ウィッチコス一発入れてから帰ります。あ、エイチ寄ってる。エイチ、カーサス寄ってる。カーサス寄ってますね、それ。あ、フラッシュ。ジャックスフラッシュ。ドラゴン殴ったら取れたかもな、とか。もったいないな。でも、もしあんだからいいから、まあ。待って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 。わーお、わーお、さよならか、これは。申し訳ない。これ。グーゾーストまで使ってきたぞ、あいつ。キッ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 、殴れ。タワーをボキョリ今の間に。ダメだった。もう一回ズコールしに行くか、あの子。動かんじゃろ、それ。危ない危ない危ない。いやこのルシアン結構吠えてる。まあ1キルは持ってる。なるほどね。ポーション持ってくれなかった。あとはもうルシアンのポテンシャルじゃない。こいつゾーニャクソ強いからな。お、いけます。メスはいけますよ。キャッチしていけるか、掴んでいくのか。ウルトがない。モスイジャックス来た。ね、アルティメットはお二人のアルティメットはこのボットのさっき入ったよ。ルシャンは使ってた。ジャックスまだいるか。プッシュし聞いたいんだ。ああ、ナサステレポートしてきたな。さすがにそれは無理だな。うんうん、いや、トリスもないからやめた方がいいと思う。
ジャックストップ、ジャックストップ。ストップ了解。まあトップ側に寄りたくない。めちゃくちゃ生きてくるな。敵のキリングスプリー。確か。わあ。倒されます。真面目に不真面目かよ。懐かしい。懐かしいな。臭いな。アサスはこれアイスポンランドルとかです。違うな、アイスポンじゃない。なんだ、何を積もうとしてんだ。ヒンドルジェムにグレイチャルシャラウト。なんだこれ。敵のキリングスプリー。うわ、嫌い。やった。諦めてんな、こいつも。うわ、難しいね。味方が倒されました。あー、こっち側に、こっち側に、ましたあの、カーサスが入ってったよ。着水品し、着水品し、カーサスミット戻って、フラッシュは多分あり、あ、どうだ、フラッシュボトル使ってたか、ドラゴンのとこで。今ジャンプ使った。あ、バカ、お前トリスなんで入ってったの、お前。敵を倒しました。ナイス。はい、外した。お前が入ってからでいらんもんね。また死ぬぞ、それお前。危ないな。ブラッククリーバーさえできればな。じゃあ取り放題は、なんでブラッククリーバー買おうとしてるの。あ、アイテム間違えた、やば。なんでブラックリーバー買おうとしてるんだ。セーフして思ってるの。何がしたいんだ。買い直そう。なんかいなくなった。アバフじゃないですか、かな。ならいいね。ナサスがいるんだけど、なんで。いや、まあいいけどさ、別に。打ち壊し発動しちゃうよ。うん、敵を倒しました。いいね、スー。終わった。シギロー割れ。敵のランページ。敵のランページ。味方がタワーを破壊しました。味方のタワーが破壊されました。してる感じ。まだトップ勝ってるから。そうね。あー、ダックスいますね。取っていきます。変わりましょう。はい、トリスくん、トリスくん、君はトップいきなさい。あ、デュアドにしてない。最悪。一承知してるな、トリスターの。まあ、ルシェインぶっ壊れですからね、正直。うん。しかも、なんか、こけててもなんか強いし。いけますか、チキン君。ああ、いけるいける。来てくれれば。ちょっと、ウルトがあと6秒なんですよ、お待ちを。もっといないですよ。はい、行ける。オッケー、あれ死んだ。ナイス、行くナイス。敵を倒しました。おー、トップ行ってるわ。ジャックスが来たもん。お、死ぬか、それ。まさか。味方が倒されました。マジか。トリスターの慣れちゃってんな。
ここで死んじゃったもん、何もできないな。頑張れ頑張れ。キリンスプリー。信じれば、信じればワンチャンある。タワーを破壊しました。ダリウスを信じろ。このキャリー力を。ダリウスのキャリー力にかける。敵を倒しました。川崎来たこと。味方のタワーが破壊されました。行っておりましょうか。それ今多分俺トリスト持って、多分スキル使ったのかもしれないですけど、俺トリスがないんですよね。お、ナイス。はい、いや有利広げられてんじゃないですか、トップの。いや、ゴールドボーンが上そうだけどな。まだデュワードしてくるのついたね。ボート TP したな。シアが大きかったな。ボート TP? TP してましたね、マサス。この時間帯にボート TP か。やるね。オンがなんかトップ、サポートップしてる、ね、そうですね、多分ヘラルドが欲しいんでしょうね。あーダウン欲しいですね。おっと、敵を倒しました。ナイス。これ多分トップジャングル入られるかな、こんばんは。ちょっと開けませんね。危ない、バカバカバカ。危ない、何やってんのお前。行く行く行く。ヒットにかわさす。かわさす、ウッドが来ますよ。あおいおいおい、こいつ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 。やっとけ、トリス、今こそお前の力を見せろ。やっとけ、あとよろしく。ああ、来た、ジャックスが。ジャックストップと支配やか。これは飛んないとか。ジャックス来てたか。ドラゴンですね。ドラゴンで、はい。お手までできれば2人来ても倒せるんだけどな。難しいですね、意外と。ファーストは出るけどな、案外。あのめちゃくちゃ超えてるな。なんで6キルも持ってんだ。まあ、オンが育ったところでっていう。こっちでもトップに2人今送ってるから、向こうがドラゴン行ったら、あれ、あのヘラルド代わりに取った方がいいかもしれない。あ、折れちゃうな、それ。あがいても。いやー、さっきの。これも入っちゃってるんですよね。敵を倒します。あ、まずい、それ。あー、撃たれない。まあまあまあ、一人やったから。今、ボットにジャックスいます。やっぱコテがないと2人は厳しいな。ジャックス多分そろそろ上がってきて、やれないだろうな。おお、出ないだろうね。硬いね、これ。あ、ちょっとダメージ足りるか。イグナイトがあるからな、多分。逃げろー。ジャックがあったら死ぬ、観察の。ジャックスもいるぞ。もうナイス。ほら、行かねえか。あー、来た来た。やばい、これは無理だ。あー、無理。味方のタワーが破壊されました。すまんな。
取り出したけど。やったなあれ。やる気を失ってしまってるっていうか、出過ぎなんだよな、普通に。負けてるんだから、負けてるなりのプレイをしないとな。あ、やばい。俺に喧嘩打ったこと後悔させやるぜ。あー、うん、この無駄遣い。ナイス。みんな喧嘩売られた時はどうなるかと思ったけど、うん、この無駄遣いしちゃった。レオナに喧嘩売るか。そう、やめ、トリスちゃん一人じゃ怖いから いますね、私。ナイスナイス。ではそのままスプリットできそうですか。お、なさそう。まいや、それいけるんじゃないですか。ナイス。敵を倒しました。お、ナイス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 。けんちゃん重いっす、今日は。ほっとにたね、こう見ても。味方が倒されました。ああ、俺そう、お前にすんなよ。ニーコは力をどう使うかね。ごめん、帰ろう。無理無理無理、強いルシア。これはあやられちゃうよな。めっちゃめくりやん。頑張れトリス。うわ、なんでこんなとこになさすが。ナサスがいる。見た方がいいか。あー、これまずいな。いやー、あいつウルト打つだけの簡単な仕事してやがんな。え、なんでそんなヘルスなの、あなた。おなんで前に入ってきた、お前バカか。やめてくれよ。おい、なんで前に入ってきた、お前。おい、なんで前に入ってきたの、お前。クソじゃん。トリスアナちゃんがナサスの懐に入ってきたんだけど、ダブルで。まあ、そどうしてたんだろう。やられちゃうし。味方が倒されました。ああ、やられちゃった。ああ、出る。敵を倒しました。失礼、ちょっと。はい。いつものフラグでした。下がれ、下がれ。マジですか。二人はやれるんですけどね、もっと二人来るから。ああ、どうしようか。ああ、やばい。
ルシアンいますよね、ここに。ちょっと HP 振るな。ピン。オッケー。ドラゴンかな？ああ、ミスった。ドラゴンは。ジャックスいますね、ボットジャングルに。そう、ああ、パターンか。ちょっとボット押しますね、ちょっと待ってください。いやーこれ、マジですね。うん、危ない。後ろから入れるかな。これはタワーかドラがいける。惜しい。痛い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 。任せろー。ナイスナイス、やりますね。ドラゴンですね。バロンは危ないですね。バロンしっかり取りますからよろしくです。はい、任せておけ。マウンテンか。マウンテンですね。タオルに速くなるのはありがたい。今日クラウドばっかり。あ、オーシャンか。オーシャンばっかり。そうだ、ラバードに行きたい。何積もうかな、次ソンメかな。そんなのできてよね。私はひたすら没頭し続ける機会ですんで、okay. 2人以上は絶対来る。あ、なんか入ってきてる。最高。味方が倒されました。ダメ。あ、痛い。これあのフォーカスがってやつですね。これは。味方が倒されました。痛すぎるぜ。いい日々折れたなこれ。味方のタワーが破壊されました。味方のインフィが破壊されました。スローがいげつないですね。やっぱグゾが多い。グゾされると、ああ、あ、でもジャックスとの交換なら美味しいな。役に立ってないからこのトリス。今度はちょっと落とそうかな。トリスなら取れるんじゃないかな。トップじゃ押してくる。あ、ここで帰ってくれたら視界取れるぞ。へへいへへい。こら
シーストロボ。オーン捕まえてもやれねえかな、これ。私がいたらやれてるかも。あ、逃げられた。はい、やべ、外した。うわぁ、来てる来てる来てる。間に合うかな。ほら、ナイスね。いけ味方のタワーを破壊します。ヤンさん構えれたら一本やぞ。あー、よくバッタか。でも弱心だからまだワンチャン。俺は逃げれんな、シアンから。シャーナシャーナシ、まあ相手多分バロンはでも行かないと思うんだよな、ジャングラー死んだから。どうしよう、ソラリ積んだがいいかな。多分すぐ死んじゃうんだよな、じゃないと。何個チンパンジーのフリショー、俺チンパンジーに変身。あ、始めた。いや、そんな早くないと思う。でもルチャン一人でタンクしてるから。アホだ。こんにちはっす。え、ニーコ、この前、プラスティックスツールでフルビルドに、エースニーコフルビルドにしたら一人でバロン枯れたんだけど。あ、さすがに、あ、でも時間稼いだ。あ、死なないで、お願い死なないで。行ってないっす。行きます。ライチャスグローリーで行きます。あ、ナサス、壊れてる。ナサスここ、ジャクソンもいる。あ、そこ下がった方が良さそう。下がろう。逃げろ。あ、逃げた方が良さそう。うわ。あー、死なないで。おー、お前それは。お前。それ一番チンパンだわ。ベースがやばいな。いやー、これ取られたな、バロン。誰なんだ、お前は一体。こっちの味方なんだ。タワー守れるか。決定されましたね。いやあ。さらばバロン。バロンおられた後の展開は結構きついからな。私トリニティホース積んでいいですか、もう。味方のタワーが守れる。トリニティフォース積んでいいですか、もう。なんかもうね、サポートアイテム積むよりそっち積んだ方が強いような気がするんですけど。ドラゴンのあれだな、私こっちじゃ押しまくるんで。はい、トリフォースももう無理だ。あいつもんガントリットで出まいりました。あー、あいつもんにチンパンジーのふりしてちょっとレイン行こう。油断してにしよう。来たやつを芝生。いや、俺が一緒にいたら多分信用するから。俺がいる方を多分信用すると思う。いや、下に行ってる全員。チンパンジーバレてる。もうちょい耐えて。私が突破を仕切るまで耐えてくれ。みっともされてんな。これ危なくない。いや、下がった方がいいっすよ、絶対。これ危ない。絶対危ないよ、これ。俺たち。トリスさよなら。やだ。このタワーないのにこいつらそこを押そうとしてんの。いやー。死
や、これは GG ですな。GG ですね、ちょっと。押すまで耐えてもらわないとどうしようもなかった。味方のインヒビターが破壊されました。なんかね。味方のタワーが破壊されました。露骨に ADC 差が出てしまったか。キャリーしきれんかった。いや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 、これは仕方ないっす。あるある。いや、サポサが出ちまったな。ナイスオーンだった。あるある、こういう時もありますよ。ね。まあ。確かにそういう時もある。あるんですよね。あれ？なんか遅い。遅いな。来た。あ、なんか誰かチェストありがとうございます。あと1個鍵欲しいんですよね。鍵足りないあるある。そうなんですよ、かけらが結構集まんないから。そうですね、自分箱10何個余ってますからね。何個ある？18個あるわ。いいなぁ、ムンド欲しいなぁ。ジェムストーンが今3つ、だいぶ溜まってきた。ジェムストーン3つ。ジェムストーンは今2周目で1個。ジェムストーン何かに変えるんですか？スキンに変えるんじゃないですか、10個で。ドレッドノバ。私は、ドレッドノバ、ダリウス。ポッピー変えちゃったからな。次はダリウスやん、狙うわ。スノーダウン。そうかな。ヘカリムかっこいいけど使わないんだよな。ポッピーかな、こん中だったら。アリスターはね、やっぱあの牛くんスキンが最強なので。うん、牛くんでカンカンするのがすごい楽しいから。生まれて初めて見たこのスキン。何これ、生まれて初めて見た。ありがとう。でもこれ俺このジャンプ使ったとこ見たことないでしょ。しかもそのスキン生まれて初めて見た。今度なんかヘカリムの血塗られた騎士とかいうやつ。知らない。イワショップ開こう。待って、イワショップ。びっくりした。イワショップ開いたら止まった。じゃあトランドルとかいらないよ。ちょっと使ったけど。基本的に自分の使うチャンピオンが出てきますからね。そうなんですよ。この前、ちょっと前トランドル爆破されて調子乗って何回か使ってたら出てきやがった。僕、自分が使ってるやつばっかなんで、割とね、来た。悪くない。チキン軍来た。え？追いつけ追い越せ、ガレンがとうとう来てしまった。とうとう来た。追いつけ止まってた。ピーギーさんの最後のガレンスキン来てしまった。最後のピーギーさんガレンのスキン、それ以外全部持ってるんですよね。へー、最強のスキン。僕 ADC 行きます。あー、ニーコ使わないのか。うん、じゃあここは私がサポニーコをしよう。ちょっと練習しとく。ないな。何 ADC やろうかな。わぁ、ジャングル、なん使おう。グローバルウルトコンビで。飛んでくる。え、じゃあ俺もちょっとグローバルウルトなんかないかな。ノクターン使えないからな、でも。終わったな。ガリオ使おうか。ガリオ使おう。弱そう、ガリオジャングル。ガリオジャングル。絶対弱い。さすがに弱そう。絶対弱い。最初だけだよ、そんなバカが通ったの。グローバルウルトチーム？チームグローバルウルト。チームグローバルウルトの力見せるときは来たか。やだやだ、無理、使えない、使えない、使えない。徒歩勢大丈夫か、本当に。
走っていきます。大丈夫かな、僕このチャンプ最初使ってたけどあんまり好きじゃないんですよね。だってびっくりしたな。いやこいつ強いですけど、世界の運命を一本の矢に託して、強いけど強くないんだよな。全然意味わかんないと思うんですけど、こいつ強いけど強くないんですよ。構成次第ですね。入られると一瞬でやられちゃうけど、でも僕ウルト5発以上当てますから。えチキンさん大丈夫ですよ、そいつ強くないと思うけど強いですから。確かに逆を取ればね。どっちだ、捕まったらパイクがすごいんだけど。いやちょっとルシアンはきつい。ティグスとか来た。パイクのサムスピンについて一言。あれは殺す気満々。あ、出た。イグナイト、これ僕やってたんですよね、昔プラカンで。イグナイト、イグゾ、ソラカン。イグナイト、イグゾ、ソラカンっていうのを僕提唱してたんですけど、ずっと。もう最初のファイトでどっちも吐いて殺しに行ってフラッシュにそこを変えるっていう伝説のね、伝説のルーンなんですよ、あれは。でもちょっと魔導書の変更によってちょっと消えていった悲しき存在。うん、魔導書って今どうなってるの？なんかかけらをね、時間経過で手に入れられて、そのかけらをいくつか消費すると戦闘、非戦闘時だったらどこでも変えれます。あー、じゃあで、3種類以上変えると同じやつが使えるだったかな、確か3種類だったかな、4種類だったかな。すぐには使えないのか。逆に使わないと次のかけらなんか消費して変えれないっていう。あー、しょうもねえのになっちまったら。だから対象指定系のイグナイトとかユーゾース持ってると使えないっていう。サポがたまに積みますね、プロとかの大会だと。アーゴットが持ってんのは、ああそうですね、魔導書だよ。うん、あれ魔導書か。なんか突然イグゾーストかけてくるからな、アーゴットが。クオーとか言って、やだや、雪だるまいい、やだ。これ買う人いるんだ。めちゃくちゃ嫌なんですけど、頑張って避けてって感じですね。今回の雪のスキンがあるじゃないですか、やっぱ一番ドクタームンドがいいと思うのは僕だけですかね。そう、私ソラカ推しですね。いやソラカは確かに可愛い。ソラカは確かに可愛いんですけど、やっぱ一番やっぱあの中でちょっと趣があるのはやっぱミンドかなと。趣がある。もうだって羽毛銀と重ねてるだけでしょそれ。いやいやいや、かっこいいじゃんあのムンド。ピンさんもう羽毛銀が好きすぎますからね。好きすぎるほど、その、ウボウギンが世界で一番好きですみたいな人じゃないから、そういう風になっちゃうから、そんな言っちゃったら。でもなんか、ガチムチの雲っぽいのが好きじゃん、ピーケさん。すごいキャラ付けされてるな、なんか。そうそう。あの、バーチャル YouTuber で言うと、花畑チャイカさんみたいな人が、好みでしょ。ピーキンさんは。濃いの出してきたな。うん、面白いけどね。まあ確かに。始まんね。マスターイーガー100になったか。100になったな。あのジグステレポートなんで芝居ちゃってください。っていうかあれかな、ノラの人だったミッド。ジグス多分トップ。ジグストップかこれ。ルルがミッドでジグストップかこれ。ルルガトップかな。ワンチャンパイクミッド。あ、そういう。それならまあわからんでもない。サモナーズリフトへようこそ。わからんでもないけど、でも強いか。ミニオン出撃まであと30秒。戦いましょう。いるかな。あ、いた。あ、すごい、これエモートまで一緒だ。この前ティーモに化けたんですよ。残念ながらティーモのパッシブは使えなかったっす。さすがにすぐバレるじゃん。じゃあ、うん、味方のティーモ言われた、隠密行動できないやつなんて帰れ。オメガ招待ティーモに。ひどいやつだな。あ、そっか、ラプタースタートか。イエス。
いいですよ、お好きに頼んで。いや、サポならワンチャンアフターショップ2個でも強いかなとちょっと思いつつ。スネアそんな当たんないっすね。いや、ウルトから入れば。あ、ウルトから。あ、でもなぁ、優しいこいつ。チグスがミッド、はい、トップか。じゃあトップスタートっぽいの話したり。そうですね、トップスタートしてもらって。あ、ルルだわ。パイクレッドだったか。あいつ何、あいつ入ってきてんな。お前、相手の赤間一人行こう。青一人行こう。あ、やばい。遠距離攻撃得意。それね、貪欲に行きます。なんでレベル負けてんのに突っ込んできたのか、すごいな。こいつ2個慣れしてないぞ。うん、射程長いチャンピオン相手にはなかなか強いんですよね。まあ、長なくなった。いいダメージですね。押し込んで帰りますか。やべ、まだが。ワイヤー来た。逃げよう。ワイヤー来てる。あー、いる。いるって味方じゃん。敵寄ってますよ、それ。ボットレ。はい、いや、貼ります。うわ、ジグスもいるのか。寄ってますよ。それまずいな。マジか。死んじゃうぞ。死ぬぞ。両方ストレスと。いや、それは何やってる ？TF 何やってる？味方が倒されました。What？超 AFA。よしわーん。僕は E を取っていません。プレイオルドを一つにしてみせ。出た、やる気満々、スキル取り。うん。あまり許さないスタイル。強い民族が平和を導く。TP？あ、帰られた。ボット帰りましたね。オッケー。そうそう、そうです。あ、シグスの HP 半分くらいまで減ってたらミッド行ってあげてもいいんだけどな。あ、くそ。あ、くそ。上の方にわざと走ってくる。あ、このとこにコントロールワードが。うん、遠距離攻撃が得意なの。リーサルテンポ強し。あ、なんか驚かれた。ルルかな、近いの動き的に。そうですね。トップいっちゃっていいっすか、それ。まだあるかな、ありそう。うん、また今、壊れた。あ、スロー奪ってからやれば。スロー当たってから、いい打つ当たるかもしれないですね。多分、タワー下でやってやれば。なかなか意地に害がある。トップがワイヤーを気をつけよう。なんかトップにいそうな気が今。そうだよな。
一水で十分よ。ただずっと襲われてんだよな。コップアンだけ押してボットに来ないってことだ。コップアンだと思うんだよな。あ、惜しい。フラッシュインするか、次調子についたら。味方が倒されました。ティフストワン、ティフさん、君連もそんなにずっとプッシュされたらルートの意味がなくなっちゃうよ。あ、どこあっちマスターイどこいるかわかんないですよね。あ、まさに今トップ、トップ、ミッド、ミッド、ミッド、トップからミッド。無理無理無理、ワンゲージで帰るかな。多分青取りってるな、あいつ。うん、取ったよね、もう取ってな、行かない方に帰る。はーい、引きます、一回。ルシアンで連負けるという悲しみを背負っているやつは、やっぱニコサポ霊は強いな。 ADC がやっぱ安定しますわこのゲームADC がねやっぱ、ね、一番やりやすい。スキンさん前は ADC なんてって言ってたのに、うん、ADC メインになっちゃったな。 ADC クソとかずっと言ってたね面白くねえからやりたくねえってずっと言ってたんだけど、今はもう ADC が一番安定しますね。さあ、果たしてこのゲーム、TF のルートが決まることはあるのか。いやー、ジグス相手に押し切れないんだけど、きついだろうな、2切れも取られてるし。相手、ロストチャプター先にできてますから、マナが多分切れないですからね。行くんだ、それ。ルートありますよ。エンゲージしてほしい方いらっしゃいましたら。ルート打ちます。それね、普通に。使って殺せばいいのでは、説明は。ミサイルかな。ジグスがフラッシュないからミッドにガンクしよう。あの壊された。あのそれ普通にスローかけてからブリンク使わせてそこにウルトぶち込めを殺せる気がする。いますね。おお、やるぞやるぞ。惜しい。マジでそれ負ける。いいな、スミフ。うまい。あー、もっとマイヤー行ってるね。あー、連れてこないで。あ、ない。ナイス、ナイス、フラッシュアンド。あ、前に出てきてこいつ。やるか、やるか、やるか、やるか。あのルール学ない。ほら、 TP ある、使う。あー、チキシャ。どうする。 TP ある。 OK、 2キロ美味しい。ストップウォッチがね、今来たんですよね。もうちょっとでできそうだったんだけど。さあ、抜きましょう。だろう。ルシアン悲しいな、シエスが。毎回押し込まれてますからね。あれはどうしようもない。あと30で待ってもいいですか。どうぞ。ミッドカンクどっかで決めないとこれまずいね。折れますね、ミッド。そろそろ。あ、でもそれは決まる、多分そのガンクは。シャットダウン。なぜかもう爆弾の上を歩いていったって今なんか死にに行きたいのかこいつって感じだったよ。ちょ、私ヘルス低いんで一回帰りますね。わ、はい、シャドウアサシになれる、なろう。団結こそが力を生むわ。シャドウってあっちの方、ラスト。アンサシャ、アンサシャ。
ダスト強いもんね。まあ、シェーンいるし、ヤーキンにこだわる必要もないかもね。回復力が、ただ。私の矢が交わせるとでも思って、あ、やばい、ディウスを引き殺しまくろう。味方のタワーが破壊されました。死んじゃったか、トップ。あれはきついな。ウルトで芝居でもいいんですけどね。おーい、届いてないかーい。まだ売れない。いや、もう誰でもない。ミッドがいないのか、そら怖いのか。上ですね、マスタイ。マスタイはトップ側です。 OK。 慈悲の心は弱さではないわ。いった、当たる。それこうやれやれ。これ何番だな。あとどんぐらいだ。あれやれるね。やれますね、ウルトで狙うか。ウルト当ててくればスネアイグナイトとかで死ぬかな。ワイヤイ多分次ボットジャングルかもしれないんで。一応 E で見てもらえますか。下、あ、上がトップだ、トップだ、トップが。味方が倒されます。あ、それやるか。あ、惜しい。敵を倒しました。まあでもこれ相当相手嫌がって。ワイヤー痛いな。ワイヤーダブルキルはまずい。味方が倒されました。もっと降りたいな。降りたいですね。これはちょっと交換しないと。いや、あいつはもう諦めたでしょ。あのヘイレスじゃ。そうですね。おー、ナイス。味方がタワーを破壊しました。ワイヤーにゴールド溜まってるのかな。つらみ。青スマなんだ。珍しいですね。本当だ。ワイヤーで青。舐められてる。覚悟で。おお、待って。青積んだのにワイヤーとバトル。いや、ウルト平気で外してしまった。二人の間綺麗に抜けてきましたね。安直すぎた。遠距離攻撃が得意なの。足速い。足なんか僕えらいレベル高いな。ボット行った方が良くないですか、これ多分。うん、かもですね。はい、多分プッシュして、プッシュされて。めちゃくちゃカニやってる。カニやってるな。お前そこにワード置けよ。パイクがいる。パイクがいますね。 TF がやばいんでは。あ、パイク来てんの。相当ディープアド置かれてる。機械の刺さってる。うん、とりあえずちょっと引き気味でワード置いておきます。逃がさない。壊したいな、あれ。うーん、まあでも支援の就寝方法あるからパイク来ても、うん、あ、パイクトップ行ったな。このさん、たまに変な方に飛ぶからな。気をつけあれ、うん、俺のシングル取ってきたから減ってる人適当に顔で飛ぶからな、このさんは。ジグス寄ってる。ジグスに刺した。あ、マスタイム、マスタイムいんのか。あ、ワードあったわ。なんかおかしいなと思ったわ。届かない。微妙にスキルが。あ、落ちた。ちょっとスキル取ってしま
マスタイがその辺でもいる。あ、マスイじゃないな。やばい。バチコリ当てていく。これ、お前無理。ワイヤーが来るのは危ない。パイプいますよ、パイプいますよ。走っていく、全力でいく、走っていく、全力疾走、全力疾走。いっけー。ヘラルド撃ってる。ヘラルドやってんな、そうだよ、ね、上から降りてきますね、これ。フラッシュで逃げられちゃった。マスターかなり超えてますね。シェンのタウン途中に殺せればいいんですけどね。まあ多分止めてさえくれれば私が。あ、ドラゴン触ろうとしてる、ドラゴン触ろうとしてる。入れないか。多分あれは取れない。団結こそが力を生むわ。まず置きます。スマイトか。タイミング見失ったな。帰る。あ、帰ってなかったんですか。そうなんですよ。まあまあでもそんなにお金貯まったわけでもないし、いいっちゃいいんですけど。本当にないんだよな。レインワード置いてほしいんだけど。この辺にね、もう刺しとくだけで全然違うんですよ。俺がトップ行った方がいいのかね。あー、なんかいる。帰るか。あー、なんかいっぱいいる。あー、外した。どう、俺トップ行った方がいいかな。マスターいますよ、そこ。あんまり用意。あ、取れた。取られたの。あー、取られちゃった。今絶対取れたぞ。あー、やばいよ。団結こそ力を生むわ。敵を倒しました。残念。そこウルトうるさいな。さあ、行きます。バイクのイグナイトがヒールになった。やってくれる説ワンチャンないですか。もうちょっと確実に当てるときの方がいいんじゃないですか、これ。あ、ミッドまずいね、あれ。ルルちゃんがいる。ルルちゃんが寄ってれば。あ、いけんのか、ルル。もう、トップマスターに落ちてきてますよ、これ。ちょっと、まあ、誰かトップ。いきます。ゲラルト出されたら黙ったもんだから、あ、出してきたら、超えましょうか。止めれた。よかったよかった。マッサイがそっち行くな。ウルさんは弱いんだけどね。これ、ウルト死んだ、ウルト死んだ。ウルトで死んじゃいます、これ。まあ、私とシェンドロでウェブ処理をしましょう。見たくねえけど、もう仕方ない。赤はやらん。正しき道を歩みましょう。行くぞ、ルナズハリケーン。ルナズハリケーンを見せていくしかない。平和を導く。ルル多分ワンコンで私殺せますね、さっきの減り方から見る。
さっきマサイボットにいたんで今のうちに視界だけ取っとくかな。わかる。トップにルル。トップ相手のルシアもトップなんですよね。そうですね。どうすっかなこれ。ハイクハイクボット。油断しない。TP ないよね。うん、ないですね。今は。今は。あ今ない。半分ぐらいかルシアは。ナスに捕まんなければ多分軽く出せるけど、あっ全部入ってもらったのに無駄遣いした。怖いやここ。キルもらってたな。いやいやいや別にまあこれでもらってもこのチャンピオンでもらってもしゃあないんで団結こそ力を生むわ。小遣いも延期だ。何やってるお前、何やってる、何やってる。ブルーカードはちょっとせめてイエローカードしないと。ブルーカードはちょっと意味がわからなかった。とどめならブルーが一番強いんですけどね。ダメージだけで言えばブルーが一番強いんで。トップいるから欲しかったな。じゃあちょっとミッドが押されてるんでこれ一回ミッド処理しないと。ああ無理だ。あいつほんと ATM だな。共に戦いましょう。味方に ATM おるんやが。昨日はどんないか警戒が足りないぞ。ハイクさんやれるかな。逃げたか。うーんちょっとバロンの視界取りに行かなきゃいけないな。あの間にバロンシェスクワスもらえないな。あいつと対面するとなんかいっぱいいる。やってないですよね。やってはないですね。視界だけ多分取りに行きたいみたいな感じです、ね、あるある。強い意志こそが平和を導く。ルルが下に、まあマサイトップ、うん止めたい、殺したいな。あれリーフ行くぞ。大丈夫それ。上がった。おお大丈夫ですか。あ死ぬ。うわマジか。そこまでだ。行きましょう。来たよ、ゴム。意外に蹴るの。ミッドやばいかもね。ちょっと戻った方がいいかな。ミッド多分トレードされるよ、これ、シグスに。シグスに行かれるな。味方が顔を破壊し、ミッドはもうしょうがないと思うけど。いや、あれ、ウェブを知ってる。今行けば間に合うかもだけど。間に合わない、さすがに。遠距離攻撃が得意な。あ危ないな。もう危ない。味方のタワーが破壊されました。ギリギリ間に合わなかった。かない。ジエ勝手にやった。私の弱みかわせるとでも思う。ああ殺手か。
ルト使っちゃった。カウント決まるかと思って。察し持ってんのか。赤赤。ハイクで察し持ってんのか。まあ足のルトあるしな。CC は濃いから、いいなのかもしれない。私たちは一つの民よ。エンゲージの鬼。うわ、なんかいたぞ今。うっちゃん。危ない。強い意志こそが平和を導く。マスターイが集団戦であんまり暴れなければなんとかなると思うんだけど、うん、放つ。ん？先祖なの。なんかいるぞ。あ、マスターイ見るのか。やばい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 。なんかめっちゃいっぱいいる、めっちゃいっぱいいる。カニトロ。共に戦いましょう。勝てねえだろ。噛みなかった。なら当たろうとしてるな。やってるワンちゃん。あ、でも YI だからワンちゃん。やってないと思う。やってはなかったぜ。今どこ。ドラゴンか。ドラゴン前に一回リコールだな。団結こそが力を生むわ。うん、なんかタイプが。やばそう。チキンメガインフェルノボムで死にそう。ドラゴン来ましたね相手。さすがに欲しい。これはやばい。ワード使っちゃった。まだありますよ。ジグサかなり強いっすよね。フレヨルドを一つにしてみせる。あんた人数差を作れてるけど。ウルトでエンゲージしてもいいけど、あー TF がなんか位置的にまずそう。あれそこに来て。ワードフラッシュ入ってるの。あいつ誰。遠距離攻撃が得意なの。取るのは危ないな。そうですね、触るのはちょっとこれ欲しいですね。とりあえずミッドもっか押し直してですね。お、取り返しに来た。さあ行きましょう。あ、取れなかった。オッケー。おー、行く。マッサイマッサイマッサイ。あ、大きくなーれ、されちゃった。強い。マッサイをなんとかしたいと思うんだけど、どうしようもないな、これは。あと3人に入ってもダメージ足りないか。正しき道を歩みます。 TF 生かしても歩くんだな。そうですね、全然死ぬし。 あいつ自分で引っ張ってウルト解除した。味方のタワーが破壊されます。なんで今戻っていこうとしたら言うヒューって。あれやばい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 。おい、やっぱダーキンだったか。いい感じのコースなんだよな、ほんとに。まあいいわ。味方のインヒビターが破壊されました。ドラゴンに行くのかバロンに行くのか。あー、ドラゴン行きましたね。ドラゴンだったらでもあいつらエリスがそんなに。あー、マックスか。ダメだ、今のうちにバロンの視界取ろう。クラウドを取られていく。厳しい戦いが続いております。取られたし。取られたし。何やってんの。
しかも視界ないのに取られてんだけど。ええ、ワードがね、俺。赤な、赤さっき使ったからな。とりあえずこんなもんで一旦帰りますかね。こっちからエンゲージできればいいんだけどな。なかなか TF も TF が捕まったら見捨てるしかないな。あれ普通に捕まりますよ。今のうちにレッドを取っておいてください。そうだね。もう早速今年の流行語を使っていく。そうだねー。え？今年でしたっけ？今年ですよ。去年の気持ちだったけど今年だったのか。ソダネージャパン。ソダネージャパンは今年でございます。マスタイがバロンのワード掃除してなんか触ってるんだけど。バーチャル YouTuber も流行語大賞ですよ。強い意志こそがネット流行語大賞だったかな、何だったかな。あーでも早いよ多分。すぐ終わりそう。はい、オッケー、ウルト吐かせてた。ケインの形で突っ込ませたんでビビってきましたね。ワードいとこ。なんとかね、抑えられるの抑えられる。俺3コアあるから、これはね、抑えられるんで、一応。抑えられるなぁ、もう。嫌な予感しかしね。ティーフがちゃんとグローバル的なウルトを使い切ったらいいんだけどな。一回も見てないんですけど、そういう状況。ジグスレイルなんすさ あ, 行きましょう、まあ、とりあえずこのインヒビタイムを耐えきれれば割と美味しいんだが、あー、いいマスターイがいる。怖い怖い怖い。ケインが、ケインが、うわー、待って、それはちょっと予想外。すまん、ウルト使わしまったな、すまん。いや、スイートセントフェイトも来たんだけど。なんでだよ。しかもめちゃめちゃ遅れてきたしな。裏でもなんでもない、横に来たぞこいつ。やばい、2人ウルトがないうちのチーム。触りそうだな、触りそうだな。さあ多分1人でやれるポテンシャルあるからな絶対。あ、でも王権ナインからちょっと厳しいかな、微妙なとこですね。カニがあるな。僕はミッドをひたすら押し返します。あ、外した。怖い怖い、ルシアンゲル、ルシアンゲル。ジグスもいますよ、それ。弱さではないわ。ミッドは、ね、止めれるので、やっぱみんなに頑張ってほしいって言ったところだな。HP とマナが、これ帰りたいレベル。カニが、欲しいけど、抑えれるか。あー、無理じゃな。ちょっと向こうでスタンされちゃったらみんな。ああ、死んだな、あいつ。もう逃げた。ナイス、ウルト。コルさん、暇だったら、あの、ゴーレム取っていいからね。まもなく味方のインヒビターが復活します。インヒビ上がるぞ。今これ、俺、鉢当たりしそう。怖い、怖い、怖い。いや、ミッドで当たっちゃってた。なんか横から来た。あ、でもジグスはやれそう。あー、うわっ、ぜっ、ファック、ジグスのダメージがえげつなすぎる。いやー、イエスさん、それ死にますよ、はい、あ、死んだ。くんなマスタイ、よーい、ジグス18レベルなんですよね、もうすでに、はい、6レベ差なんですよ、サポートと。やばいですよ、えげつない。あいつタイタン積んでる。
今グインソーとスマイトアイテム、あのジャングルアイテムだけでダメージが足りちゃうんですね。うわー強い。マスターいい。マスターいいよりジグスがやばすぎる。近づけない。味方のタワーが破壊されました。今あれつもかな。マジこいつ捕まえらんない。ビルダーがそいつは無理だろうな。エルダーここで取られると相手大量にスタックあるんで負けますね、自動的に。やってるやってるやってる。早いんですよね、でももうこれ。捕まえてどっかで殺すしかない。危ねえ。危ねえ、マジで。本当にいっぱいいますよ。すぐ帰ります。いっぱい行ってますね。とりあえずインヒ病院に来たなぁ。さあ行きましょう。痛い痛い。ヘルプー。マスターを止めるしかねえ。とりあえずこのほらほら、ボットがやばい、怖い。来た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 。目を離した隙に。スロー向こうないな、これ。スロー向こう。味方のインヒビターが破壊されました。厳しいな。ティフ死ぬけど、それ。リンシャワーで死ぬ。やばい。恵まれない戦いが。アッシュじゃなくてよかったな。トコ勢だとどうしてもね、構成によってはあいつにウルト使って突っ込まれたら何もできないんだけど。お前だ、誰がミニオンに誰がミニオンにイエローカード打ちなんて。プレイルドを一つにしてみて。ダメだ、頑張れ。死ぬぞお前。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。チグスのウルトエグすぎなんですが、それはわあ、これはあいつは止められません。味方のタワーが破壊されました。やだ、痛い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 。バロンバスエグいな。ビルダーもありますからね。ビルダーが痛すぎ。やばいやばいやばい。おーっ、じゃあ当たって砕けるか、最後。いけ、いった。共に戦いましょう。味方のタワーが破壊されます。味方のタワーが。ダメージー。ちょっと待って、ジグスドルトでゾーニングしていけないんだよ。うわー、ダメージー。さよならー。これだとね、バロンとこのミニオンディフィート、どう頑張っても止まらないんですが。そうですね。こんな、いじめみたいなことされます。これチキン君に誕生日プレゼントをあげる回じゃないのか、これは。残念ながら勝利という名の誕生日プレゼントはもらえないようですね。まだ一生ももらえてない。本当だ、まだ一生もしてない。まずいですよ。やばくないですかね、ちょっとメンタルマスターあげたいけどあげないわ。こんな地獄のような誕生日を過ごさなきゃいけないのか、俺は。最後にね、勝って気持ちよく終われば特に問題ないのではっていう。いや、もう僕本気出しますから。お、あ、カインだ、ついジャックス出た。これはもうエゾリアル解禁しません。あー、ノクサスボッピーが欲しかったな。ゾリアで行こうかな。ないんだよな、ノクサスボッピー欲しい。ポッピーどのスキン持ってたっけな、なんかあの鍛冶屋のやつと何持ってたっけな。
か2、3個持ってるけど。なんか僕は騎士のやつだ。あれ持ってますよ。メリーちゃんポッピーみたいな。ああ、俺はもうメリーちゃんとネクステックポッピーと。あ、これあれですか。勝利をつかみに行く回ですか、今回は。そうそう、勝利をつかみに行く回ですよ、これは。勝利をつかみに行く回だったら私サポートしますね。そうね。ジャングルはチンパンジーに任しとこう、とりあえず。もしかしたらめちゃくちゃ強いかもしれない。あのうちかな。ランク以外じゃ使わない男を使うしかねえ。ビクターやりたいな。いや、カリスタそれ全然勝ちにいってないでしょ、ちょっといや僕のカリスタ忘れたんですか、ちょっと。これでもチキンさん負けても自業自得っていうマジいつもガバガバカリスタ見てますよ、私は僕のカリスタ忘れたんですか。いや、僕は信用を置いてもらってるので、カイサとエルズとザヤぐらいなんですよね、多分あとジンかザヤで行こう。ザヤ、ザラカン。ザヤも安定です、こっちに一番。ちょっとトイレ行ってきます。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。ダンスの誘いには逆らえないのよね。ああ、ダンスの誘いには逆らえないのよね。これ CC 薄すぎますけど大丈夫ですかね。僕 CC ありますから。エンゲージが私一人にかかってるっていう超負担なんで。トコエンゲージの天才がいますから、こっちには。大丈夫ですよ。あ、後ろからね。そうそう。ヨウムの霊剣を、画面をあれですよ、舐めちゃいけないですよ。ヨウムの霊剣積もう。そう、ピーさん、巷ではね、なんて呼ばれてんの、これ。ガレン、ガレンの1かありがトップストです、トップですね。うわ、嫌だな、ニーコは。ニーコトップ。ガンクで死にそう。ニーコガンクで死にそう。オルコ、これ、突っ込んでも、なんか、ノーチラスとルルに引き剥がされそうなんですけど。ウルトで入れるかな。大丈夫ですよ、前からやっていけば。農地から落とします。農地だけだから硬いのは。確かに。アーリーとニーコが落ちればね、多分。あ、でもバースト強いな、アーリーとニーコの。でもガレンガもうマジレジオバッケになりそう。ただいま。わかりなさい。ミッド誰ですか？わかんないです。アーリーかニーコか、どっちか。多分アーリー。アーリの方がいいな、ニーコまでよくわかんないし。でもアーリは殺せないんだよな、ビクタ。難しいですね、これは。まあ、とりあえずレベル1で殺しに行くでしょ、レベル2で殺しに行くでしょ。で、レベル3でタワー取って、GG。レベル3でタワー取ってはやばすぎる。それはやばい。チキ君、俺もとうとうこのスキルを手に入れてしまったよ。ん？あ、追いつけ追い越せガレン。名前がやばいよ、追いつけ追い越せ。あ、やば。警戒にスタートしたら、エロエロが止まっちゃった。おいだよ、追いつかれてんじゃねえか。回線が追いつけてねえ。ハンデハンデハンデ、今から追い越すんだ。ウサギとカメかな。皆さん、もしかしてあれですか。はい、何でしょう。やっぱあれですかね。サモナーが退場しました。あれですね。あれなんですね。初手やっぱ用務権ですか。もちろんそうですよ。追いつけ追い越せガレンの初手用務権だからな。おーおーおー、なんかすごいとこにいるけど、すごいとこにいるけど君。残念ながら征服者できてない。くそ、間違った。悪撃か。帰るの？グレイブス間に合わないよ、グレイブスくん。帰ったらそのヘルスなら全然回れるけど、回れるぞグレイブス。ああ、もうリーシュなんてしてあげません。残念だったな、グレイブス、君のリーシュはなしだ。青バフならリーシュしてやるぜ。終わりだ、頑張れグレイブス。
まあグレイブスなら別に回れますからね、フリーフットワークついて積んでるし、うん、てかそもそもリーシーいらないこと多いし、普通に顔出そう。あ、ニーコじゃん、こんにちは。相手ホットスタートかな。ダメ、全然ダメ。相手の経験値もらえてないっぽいのか。痛い、それミサイル。僕ね、好きじゃないですよ、今。W 使ったとこだったか。しょうがない、じゃあニュース先行してですね。俺の好きなのは俺が美しいから。天才だ。後にして。なんだよ、くれねえな。ん？ジンクスだけ2位だった。あいつね、なんか一人で経験つってましたね。おお、当たるそれ。ミニオンの寿司で負けてるな。もうちっちゃんか。もうちょっと。あ、やばい。何？活かしてるぜ。ほらほら、怖いだろう。ファーストブラッ。さすがにちょっとミニオンの数が多すぎる。味方が倒されました。今俺が倒され、敵の誰か。ああ、すごい、痛いな。敵を倒しました。ナイス、センキュー。ラスネスが食えねえ。これめちゃくちゃいいメージが、ダブルバフは美味しすぎる。多分ミニオン殴り続けないと普通に引き負けして入るタイミングがなくなっちゃう。なかなか辛い。来ましたね。はい、2個フラッシュがいい。これがね、ザヤ。ラカンを忘れられてる。ザヤってことにされた、ノッツトップ。死ぬわけにはいかない。敵を倒しました。お、ナイス。そう、ファーストリコールでフォアが入るパターン。あ、ファーストリコールでファージが入るパターン。お、おいしい。ファーストリコールで何も変えないパターン。あ、ファージじゃなかった、ごめんなさい。あの、セレンティードなんです、今。すいません、ちょっと伝わった。いつもの流れでファージ変わらせて。セレンティードダークでいきましょう。はい、追いつけ、追い越せ、ガレンでしょ、あなた。もちろんそうです。ニーコのワンコンで消える未来が見えた。脳地に固められて、そして死にそうですね。いや、ヨウム積んだ後にじゃあブラックリーパー行って、デスダンス行って。最強殺手必要になりそう。これだからガレのアルティメットで回復。スピリットビサージはいいと思うよ。 AP おいしい。え、許されるのか、まさか俺にアーマーが。ブーツだけでし、許されるのは。確かに言われてる。いや、ブーツはモビリティかバースターか。ブーツモビリティかバースター。あれでしょ。ごめん、この間のは完全に私のミスだった。ロケットの射程が長すぎるんだよ。じゃあ本当に悪撃じゃない方が良かったな。フェイズらしか電撃あれにしたかったな。電撃したかったな。じゃあ待って、相当痛いに行こう。あ、惜しい。のっちだ。このうちの方大丈夫か、それ。行ってきますね。てか、こいつらを行かせないようにした方がいいのか。あ、着いた。あー、A が違う。敵を倒しました。味方が倒されました。天馬に入った。タワーを殴ってしまった。女はみんなラカンに夢中になるけど、あいつを手なずけられる。オラオラオラ、ジャングラーと一緒に来るぞ。振りだけ。
電話しじゃない。あ、痛いよそれ。あ、スネア入ったんだ。取ってきてるよ。どこに向かってるんだ。プランを忘れたのね。そんなことは、もうこれゴーストポロ。なんかいっぱいいる。あー、まずいまずいまずい。まずいね。行きます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 。味方が倒される。やっぱ帰りの E をください。ほら、あー、片道切符。疲れたわ。あー、それ食われるのか。みんなの未来が私にかかってる。はみ出した気持ち。めっちゃビビる。めっちゃ下がるな。急と少々ばかりの D だけであんだけもヘルスがあるぞ。帰りたいな。そうですね。あ、よう、押し込みに成功を乗っ散らす。はい、けい。さあ、ブーツ買って、あ、そっか、なんか追いつけないなと思ったらブーツがまだなかったからな。多分そうだよね、相手ぶつかってるもん、ね、当たらない理由が分かった。大丈夫か。問題ない。ビエソードが買えない。やらなくちゃならないことなの。なんか変、人参買ってるやつがいる。人参人参栽培してる人いますよ。ああ、キクミメイン。さあ、どうしよっかな。ニーコはどこなの。え、ニーコここだよ。え、トップにいますよ。やばい。あ、そうだった。あれ、ありがない。それ偽物ですね。あ、危ない危ない。あ、やべ、ミスった。シェレイテッドダークで2個、なかなかきついですね。でしょうね。なんでそれにしたの。初手普通にあのカウルとかでよかった気がするけど。あ、死んじゃった。おい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 、ソロキルされてるぞ。あ、これワード刺さってる。見てって、いないんだけど。なんでいないの。あいた。はっきり言って。まあ確かにタワーした何もできないですけど、相手のジャンベイでも入ってこうかな。もっと慎重に行動してんの。どちらかが死ぬしとしたら、お前が死ぬ。なんか敵のリニコレベル1のままなんだけど俺。本当だ、私もですね。バグってますね。はいはい。来てますよボット。よっしゃ、ありがとう、ありがとう。オッケーオッケー。任せてちょんまげ。とっさな判断がよかった。わっ、アリちゃん、アリちゃん来た。What the fuck? What? あー、間に合わない。いや、そうですそうです。これはちょっと、もうちょい後ろに下がってると思ったけど。ノーチに入った、ルルに入ったのか。じゃあいいや、まだ効果的なガンコを決められたな。だって、そしたらもうプロポーズしてくれなくなるじゃない。ルートでちょっと入ったか、入って止めようかと思ったんですけど、死んじゃう。あー、ダメだ、やっぱ弱すぎる。追いつけ追い越せがれんはメタじゃないようだ。あ、ちょっと、アーリー追いつける。そっちか。もし私たちの存在で世界が混乱するというなら、そうなればいいわ。おいいダメージ。あるよな。なんか来てる。いやー。壊せんかった。
相手でも CS 失うけどな、あそこでうろちょろしてたら。あーゴーストフォロー刺さってんな。あんた一体何考えてたの。こいつのことは、え、何にも考えるなんてごめんだね。もっちミットか、ちょっとミット行ってきます。オッケー。やつら瀕死なんでちょっとダイブでもできるけど。シャットダウン。うわー、ナイス、ナイス、いらなかった。ドラゴンもやりますよ、ボットを仕込んでるんで。愛してるって言ったっけ。お、なんか飛んできた。ないないない、ね、全然見えなかった。これですか。下がる下がる、のどち来てる。ロケ取れた取れた。あぶねえ。2個フラッシュ。いやこれでもやっと。のどちミッド。あれで帰ったかあれ、うん。帰ったのか、ありがたい。ルルがだいぶ瀕死でしたからね。モアウェーブ、モアウェーブ。あいつらの気を引いて。なら任せとけって。一気に積み出して大丈夫。ここでじゃあ私はリコールの。お先リコール、ね。うざこ。毎回君はちょっと微妙なんだよな。BF ソードはどこへ。あら、羽を逆立てない人生なんて。キルが取れればいいんですけどね。あ、ルル消えました。私は逆に金額ぴったりすぎててね、コントロールワードが買えないんですよね。やれるんだ。追いつけ追い越せの力見せちゃったわ。ああミッドがやばい。離れ離れになんてならないぞ。もう道を外れてるわよ。もうマジかよ。ほんのちょっとだよ。いやあ2個食われるからな。完全にゾーニングルトだった。え、先に倒れた。やった。味方がタワーを破壊しました。メルコは起こせ。ありますかね。なんかいっぱいいる。私きっと死ぬとしたらあんたの死ぬ。あ、いいぜ、ボット行ってもらって。やった。コアアイテムできた。もしかして4運件できたの？できたできた、コアアイテムできた。一応ちょっと見てるとデスダンスが次。あ、ね、あ、のち来てるのち来てる。4打ったら普通にワンコでやれそうなんだよな、あの2個。ベイブクリア入んや。味方がタワーを破壊しました。あ、2個いってるねえ。ヘイカエロカエロカ。よっしゃ、タワーゴールドでようやく BF 君が、
人参積んでるだけの女だったんですからね、僕は。人参積んでる。人参担いだ。ウサギに見えてきたわ、ザヤ。人間が足に来てるあら。ああ。列車するか。頑張れ。おー、硬くない普通に。ボンアーマー出てた。ボンアーマーかな、わかんない。いや、普通にまだね。ちょっと任せますよ。僕に任せるんですか、こいつ。いや。こいつはやばくないですか、ちょっと。こいつはなんかもう負ける気しかしないんだけど。あ、間違った。2個、2個がいる、2個。よろしく。そこは気合で避けてください。っていう無茶ぶりをしてる。あ、なんか2個いる。ふわっと、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 わっと。よし。シャットダウン。敵を倒しました。やっべ。えぐいダメージが出る。ダブルキルジャッジやばい、業務強えな。えバーこいつだわ。追いつけ、追い越せ、ガレンの次は私たちの番ね。していく。私の好きな交渉のやり方、ジンクスには PS で負ける気がしない。後ろから入ってたろ。チャンス勝ったぞ。こんにちは。ごめん。行くぜ。よいしょ。ガーディアン。きついな、こいつ。浅いな、ガーディ。ああ、浅いわ。さて、ルルちゃんが来た、ルルちゃん。ピックスが来た。これはもう、これ無理やな。もうウルトないよ。あ。ニコもいるぞ。全員来たな。オッケー、ドラゴンもあるしな今。ああ、どうしよう。ドラゴンでいいのでは。あ、2個いないから行こう、ドラゴン。ほほほほ。出まーす。ゾーニングルト。ゾーニングルト。ナイス、ゾーニング。待ちなさい、待ってくださいよ、待ってくださいよ。あ、ほぼほぼソロキルみたいな。おいおいおい、追い越せ。ヤクザだな。ロブヤクザおるぞ。なんかいるな。俺のブルーか、もしかして。それは、あ、俺いないとな。危ないな。俺のそばにいてくれ。動き動き。あ、ね、あ、死んだ。あ、生きてる生きてる生きてる。18。どちらだ。強いだろ、ヒキン君。こいつ。お前は最強の戦士だ。最強の戦士。ちょっと帰ろう。あの、ちょっとデスダンスそうだ、いっぱい帰る。助けられてる最強の戦士だ。マスクなので。カニ行こうかな。ありがとう、最強の戦士。お、まあ、下がろうか。もうやばい、あの最強の戦士ちょっと生きり始めてる。やばい。帰ろう、調子乗らずにデスダンスを積みに行こう。いや、もうイルドが調子乗ってるからな。もう待って、これあったらデスダンス変えるかも。あ、まだか、ちょっと足りねえな。ちょっと貪欲すぎるな、あのガレン。よく張っていくよ。結局なんか引き渡れてたのは序盤だけだったな、あいつは。これ変更されてから強そうじゃない、デスダンス。カイサとかもなんか強そうな気がするんですよね。カイサ強そう。
そうそう。赤いさ強いんですか？ゲスなんだって、あのダメージすべて回復するようになるから、物理もマジックも回復するようになる。そうだからパッシブ分も回復するんですよ今。イエスイエス。そうなんだ。じゃあ回復する回数。ちょっとアーリーはさすがにしても。あ、後ろにルルいる、後ろにルルいる。あ、2個もいる、2個もいる。2個もいるな、これ。あ、ルルと使った。2個変身してこいよ。あ、死なんない。うお。頑張り。はい、ナス。わっ。見て。はい、まあ、死んだ。痛い、痛い、痛い。痛い痛い誰も当たんなかったんだけど恥ずかしいスニアリゴ研究なんだったいやー、ビクターインキリすぎだビクいや、ビクターインチキな強さだなさすが OP チャンピオンって感じだな帰るぞいいバフされたからいいバフされたから、ね、メジャースタックス何気に20溜まってるしおいたなんでそのイキリアイテムばっかなの見方これベイトしようベイトあーあー強くない9のダメージがおかしい9のダメージがおかしいあストームレーザー積んだら9クリティカル乗りますよやばいこれはまず死ぬ助けて乗っちゃ帰るよ危ない危ない12 AC12 ストームレーザー行きましょう次いや僕も生きらせてくださいよちょっとそれは口笛じゃないでしょみんな生きてんのに自分だけ生きれないのちょっと辛いからな ABC ででも生きりアイテムってないからないやもう ABC はだってもう全てなんか生きりアイテムみたいな感じがいやいやいや全国の ABC メイン悩まってくれあ、一緒に帰ってああ、遅れなかギリギリ間に合わず間に合わなかったっすねだって ABC は生きってなんもでしょ確かに毎日のように言ってるからな、生きってなんもエズはマイブリンクしてこそのエズそうですよ、マイブリンクの僕あんましませんけどいやジャングル、グレーブソン勝ったら怒られそう、さすがにあ、GA 欲しいな、でもいやいや、もうすごいないやだって GA ないと死ぬじゃんあなんかいる後ろさ GA 大丈夫か GA 買おうお金貯めよう一応取ってるとえげつないわこの人もし戦いたくないならいや戦いたいんだあの2個1点の積んだのが間違いだったなそんな遅くないフォークのあれが壊したいけどあれちょっと壊しに行くと多分バロン起動されるんだよなこれ行きまーすやばそうやばいやばいやばいななんかめちゃいたキリンスプリーあれも一人ちゃっかり回収してるさあガリンガガリンガあはは雑に強いんだけどあちょっくそあチキングが生きてたらな惜しいいやまさかあんなにたくさんいると思わなかったびっくりしたあっ分かっためちゃくちゃ生きて前ブリンクしたのにジョン押すもうちょっとね回線が遅かったらな追いつけ追い越せの精神いやでもやっとプレゼントもらいましたこれ勝利ゲットした、うん、ありがてえなんかもうずっといつも F キーを連打してたけど俺なんで連打してたんだろうもうフラッシュ吐きたくてたまらなくてずっと F 連打持ってないのにクライアントがお亡くなりになったなこれクライアントあ来た来た来たメッサーよし弱かったなガレン最後かな柔らかかったですね序盤もう最悪っつもう雑魚すぎてもう今までで一番弱いと思ったガレンだった今世紀最大の強さだったなしかしいや妖夢の霊剣完成してからはちょっともう流れに最後の方の暴れっぷり半端なかったですね
最後の集団戦突撃とか言ってポリモーフとイグゾーストかけられながらぐるぐる回ってるルルちゃん Q と E1 秒ぐらいで消えてしまう。ヘルス半分ぐらいのアーリー Q だけで死にませんでした。死んでる死んでるカーンとか言って強いよ。ドラクさんを積んだらもっと強かったんだろうな。欲張りすぎでしょ。フラッシュインキュールドで殺せそう。ガーン出回しや。強いな。なんかこのさ、アーマーみたいなのもらえるようになったじゃないですか。あー、ランクのやつね。ランクのダッサくないですか、めっちゃ。まあ、羽生えていくんで、そのうち。おーい、ここで取られていく。あ、グレイシア、ポケモン？ジャングルしよう。ジャンゴここで取られてしまった。遊ぼうかな、なんかいいやついるかな。いや、遊ぶならやっぱゼラスだな。ゼラスでボット行こう。性格極悪チャンプで行こうかな。ゼラスか、本当にどっちだろう。違うな。タンクしよう。カミールジャンルで使いたいのにカミールめっちゃ直されましたからね。え、でもエース下がったから。いやいや、序盤のジャングリングってカミールめちゃくちゃきついんですけど、それをなおさらきつくされるって。いや、大丈夫ですよ。もうガンクしまくってティアマト早く買えば。GG。 無理やりだ。無理すぎるな、ちょっと。あ、トップか。2個使えねえな、さすがにトップじゃ。どっちしよう。弱かったもんな。何やろっかな。ジャンジョーさんでいこう。フィオラビルとこの前のスーパーロングゲームを思い出しちゃう。トラウマが。永遠にスプリットプッシュしないフィオラを引いて試合がね終わらないっていう事故があったんだね。この前計算でやってたら地獄でしたね、あれ。ちょっとそう、勝ってるのに終わらないっていう。フィオ、いやだってティーモに負け始めたりするし、普通になんか余裕なのかなと思ったら全然終わんなかった。あー、ダブルメイジケインマ真珠とケイン逆じゃないかなみたいになってますよ、これ。間違えたらすいません。チャンピオン交換しちゃったら。これボタルですよ、サーモン太郎とゼラス。そうなんですよね、めちゃくちゃめんどくさいです、ね、めちゃくちゃめんどくさいですね。安尾はきついな。おち、チキン君、これもうレベル2ジャングル相手入ってってボコボコにしてるもう。真珠とボコしに行くから。収穫なんだよな、信じと。しかもなんですか。なんかケインとか多分ガンク耐性ないから、もう入ってきたら一瞬で。うん、野草も多分ね。あ、序盤は確かに。まあボットはとりあえずガンク行ったら死ぬかもしれない。そう、イグゾーストとヒール持ってるからな、あれ。タレットで殺されちゃう。まあでも射程外からフォーチュン乗ると入るからな。おほほほほほ。あれ、タレットの攻撃も弾ければ強いんだけどな、シンガを。ガインガインガイン。これ、リーチ行くか。え、待って待って待って。ゴー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 。下から行きます。うわ、下から了解。俺についてこい。久しぶりに連動したくなった。でかっ。チョーンについてこい。ディリリー。え、後ってこんなでかかったっけ。でかいですよ。いつも使ってるけど、いつも使ってるけど全然わかんない。やった、キルはもらう。あー、くそー。あー、それはなんだ。うわー、うまい、あいつ。なんか違うもん引っ張った。なんか変なのつこづいたな、今。いや、でもあいつフラッシュ開きましたわ。今までで一番うまいハイマーディンガーだったあいつ。想定外の邪魔が入った。え、なんかフィオラの歩き方って変わった？え、こんなんだったっけ、フィオラ。一部チャンピオンは変わりましたけどね。え、なんか普通になんかフィオラ違うくない？コルキさん見てくださいよ、これ。なんかフィオラ違うくない、歩き方。どうね、違うよね。
なんか生きてないフィオラめっちゃねえ、違う、こんなんじゃなかったよね。なんかもっとなんかこうスキップしてる感じだったよね、歩くと。Kさんこんな姿勢じゃないですか、なんかいつも。僕ですか？そうですよ、このフィオラみたいな。そうそうそう、僕あのなんかこう背中こうピーン右に曲がってますからね。ほら、こんな寒いな。 A が音鳴らないバグがあるよ。あー、Jさん治ったのにね。今プッシュする気満々じゃん。これ相手トップスタートかな。いや、もう剣いるから。あ、でも真珠だから分かんないか。あー、これ急車の方が安全だったそうです。いないんですけど、相手のサポート。なんで信じろってどうやって殴る。全く予想がつかない。謎の。きつそうだけどな、普通に。え、辛いな、音鳴らない。ハイマーヒールフラッシュ。OK。あ、でもあいつ3。やる。あ、逃げられる。ビグゾーストも切りましたね。フラッシュ。OK です。ファーストブラッシュ。このゼラスさすがに浅すぎる。ごめんなさい、W があれば、次にさ、行ってたけど、ちょっとレベル2だった。帰ろうかな。そう、トップもう一回行きたいな。進撃せよ。コールしてくるんで。TP 使う？はい。なのでガンク OK でございます。あ、なんか真珠いた、真珠いた、ここ。あ、トリックってんのあれ。ちょっとあの真珠と捕まえに行くかな。いや、これ見えてるか、見えてないか。あ、ミッド行ったな。投げられたでやばそう。見えたな。そんなこと、W が学ばなくて使えなかった。ドラリン2個積みしてきたサーモン太郎。はい、いける。ラスクもカイナもカイナも悲しみだな。見つかっただけだったね。ドアの壊した。あ、まだいる、まだいる、まだいる。おぉ、めっちゃ入ってきてるな、こっち。あ、ここのあれ取られた。カニ食われましたわ。あー、マジか、やれんかった。あー、ブリンクできないのか。行きます、行きます。なんだこいつ。あ、大丈夫そうかな。あ、フラッシュいらなかった。回せればよかったんだ。 OKOK、 ありがとう。全然フラッシュいらなかったわ。そのためで、敵を倒しました。やばいなそれ。敵を倒しました。ダブルキル。はい。早めに終わりそう。浅すぎだろ。まさか余裕で連勝てると思わなかった。普通に前フラッシュで。
さすがにまだ勝てるか、ダキになってからやな、勝負は。全てだ。コーキパイセン行きたいな、それ。行きって前入ってこねえかな。あ、来た来た。あ、でも早すぎだな、あの、ナイスが。勝利のために。ノーチ君300なので600ゴールド賞金ってことです。はい。あ、ゼド。ゼド？いやー、あれでブリンクできなかった。ごめん、ごめん、これ青バフ取られてる。敵の青バフ残ってる説は。いやね、やってるよね。敵の青バフ、俺やね、やっぱあったあった。あ、行きます行きます行きます、やばいやばいやばい、それで敵を倒しました。マナがないじゃん、フルーツないじゃん。ほんとね、ないね。もう一回ガンク行こうか、それ。え、でもマナがないから俺何もできない。ダブル打つぐらい。あ、ごめんなさい、普通に引いちゃった。あー、ごめんなさい、はい、マジでごめん。あ、惜しい。あ、でもナイス、フラッシュね、いい。今しかがるか、タワーが4になってる。やるな、自動メイン。勝利を叫べ。あいつは、あ、後期のあれか、びっくりした、何かと思った。え、さっき見たパッケージ、そう、スキンによって違うんで、ちょっとびっくりしましたね、今。なんだこれは。なんかマリオカートで途中にテストな。あれない、あいつダーキンになって。これあれやってるかもしんないな、ドラゴン。あいつらやれるんだよな、ハイマーだから。あ、びっくりした。ハイマーさん、そんなとこに行っていいんですか。私いますよ。ヤスオ行きますよ。かかった、ボディーブロック。強い強い、剣強い。へい。ん？なんだこの武装は。ここに確か。ああ、来てるわ、なんか真珠は。こんにちは、ありがとう。
帰ろう。間がないや。15分で終わりそう、これ。こっちはこれあるよ。あ、間違えた。こっちだ。ないない。ピング鳴らす場所は間違えた。そうくんプッシュするね。エンジン全開じゃ。いけ。あ、そこ二人合流する。そこ二人合流する。エンジン男欲しい。あー、安いってる。あー、やばい。ちょっと。あー、行けない。ちょっと。ハイマーもいる。ハイマーもいる。これなんか知らんけど。いや、アイストライフスキルバトルでしょ。常に前へ。行きます行きます。行け、エンジン全開じゃ。お、ナイス。なんだやつ。ナイス。なんだやつは。トップいないよ、ケイン。あ、ちょっと舐めてない。敵を倒しました。あ、いつものフィオロの走り方になった。足の速さの問題ですかね。多分そうっすよね。だいぶはでもさすがに効かしたくないので流れだな。美味しい。あ、消えた。みんな賞金首だし。本当だ。本当だ。俺だけ賞金首じゃねえ。ハキナが一番強い。モンチラス超えすぎだな。モンチラス強すぎるな。味方がタワーを破壊しました。いいね。チーム力が高いこっちの。いや、ノチラスなんかダメージが出ちゃうんですよね、どうしても。マーシアは引かぬ。なんかゼラスとあれがガバガバすぎてもやる、なんかやることないんですよ。逆の意味。Okay。 僕もやることないんですよ。見っときますか。大成功します。ウルト使うこともなく死んでいったやつ。トリプルキル。真珠と初めて見た。いたんだ真珠。捕まえてください。捕まえてください。クアドラキル、あ、クアドラキル、あ、クアドラキルとこあ、サッカーリードっていあ、なんか死にそうだ。クアドラあ、時間が来すぎてしまった。来いよ、来いよ。スキルクールダウンが上がらない。来いよ、来いよ。見守りたいみたいな。やめないんだな。誰かが押さないんじゃないですか。全員押さないと無理だから。なんか勝てると思う。安尾だな。こっち連れてきた。学がなかった。強みんな。僕が全然痛くないんだけど。
方がタワーを破壊しました。ノチ君と遊ぼうよ、ヤスオ。あー、死んだな、ヤスオ。倒せるな。それはね、風で防げないんですね。神かな。これは終わったかな。まだこの話できなかった。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。これは引っかわいそうになってきてるんだけど。オーブミットしてるんじゃないか。いや、してはないですね。味方がインフィニタを破壊しました。死にに来てる、みんなして。ドラゴンはまあ任せるか。しましただけど、死んじゃうのいい5割ぐらい減ってなかった今。味方がタワーを破壊しました。この多分相当超えてますからね、今。もう20分前にインヒビ2本目折れそうなんだけど、赤色。どんだけ生きても大丈夫っていうのがおもろいな。でも死んだら賞金消えますからね。確かに大丈夫、俺には賞金がねえ。もうついてますよ。え、嘘、ほんとだ、550もついてる。もうヒーキンさん嘘ついたやん。さっきもついてなかったんだよ、さっきタワー折るまで。相手のボットレーンがもう080と070で悲しみを背負いすぎなんですよ。こっち死んでるの後期とフィオロだけですもんね。1回ずつ食ってないけど、まあいいや。今季はさっき粘土でやられてたから。あれはでブリンクできないですよ。なんかスマイトしに来たけど知ってるか。足りてないっていう。ボット行くか。欲しかったっていうより、なんかこう畳んで、畳んで、手伝いましたっていう証拠が欲しかった。エラルド取って綺麗に畳んであげるか。そうですね、エラルドダンス、エラルドダンスを見に行こう。エラルドダンスを見られたら俺たちの勝ち。見られなかったら俺たちは降参。降参はさすがに。これを持ってボットへ。よし、行くぞみんな。ボットが流していくぞ。エラルドダンスを見に行こう。あ、ハイマーの顔がある、ここ。顔？なんか、プレートみたいなのが。取り合いだ！いらねえ。お。よし、行くぞ！召喚！ヘラルド召喚！まだオールミットしてていいのか。なんで誰もボットを守っていない。突進しなかったと。突進させないスタイル、突進させないスタイル。敵を倒しました。いけいけ。なんかウルト使いながら来たんだけど、あいつ、あいつやねん。これあ、ヘラルドが、あ、死ぬ。ヘラルドの HP が、ヘラルド、あ、任せろ。ヘラルドバウンスだ、ヘラルドバウンス。ヘラルドで攻撃すんな。あれ勝ってしまった、我々のチーム。あ、ダンスしてね。ヘラルドダンス、久々に最後に見せれてよかった。これが可愛いな、ヘラルドダンス。いや、なかなか軽快なダンス踊ります。いいダンスだ。よし、最後これは気持ちいい。さすがに可哀想だったけど、最後の方は、うん、ぬごかったな、ちょっと。なんかあんまり面白くなかった。あまりにも弱すぎた、相手が、うん、ぐしゃぐしゃにされてしまった。これはみんなにあげたいな、なんか誰一人負けてなかったですからね、うん、なんか一人 S-E 以上じゃないやつ一人いるな、ニガダウンチームに。誰だそれは。ああ、本当だ。トロールがいるわ。CS のせいかな、多分。いるな、一人ダメージ、ダメージ、やっぱ向こう全然出てないよな、S マイナス、S マイナス、なんか一人トロールな、ほんと。うん、トロールがいるみたい、このチームには。いるわ、トロールが。
じゃあ、姉さんじゃあ終わりますか。そうですね。姉さんはいつもこの時間で終わりなので。はい、姉さんじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れです。ちょっと待ってね。はいはい。はいはいはい。じゃあね、あの配信の方見てくださってる方も本当ありがとうございました。最後までまたよければお会いしましょう。ポチッ。